はい、こんにちは。レイクセンニ講師の弁理士の大和です。えー、担当会報というところで、皆さん、ひとあず、お疲れ様でした。大変でしたね。やっぱりね、あの、なかなか三時間半で、まあ、今日暑かったですしね。うん、会場、寒くなかったり、寒かったです。で結構、なんかね、空調があの、教室によって違ってたりとかで。結構、寒いとか、寒かったり、暑かったりね、大変なんですけれども。まあ、あの、その疲れた中ね、家にも帰らず。ね、あの、寄っていただいて、速報会で聞いて帰ろうと。 あの一番手なんでね、非常にまだいいんですよね、皆さんなんか明るいですから、<laughs> あのこれ明るいまま行っていただければね、非常に助かるんですけど、ね、あのぜひ、今日帰りまでね、明るく帰れる、ね、きっと大丈夫だと思うんですよね、やっぱり速報会来ていただいている方っていうのは、ね、あのまあ、なんですかね、自信うんんよりかは、まあ、なんですか、ねまあちょっとまあ頑張ったぞと。 というところで,でも,うやもうすぐですね、もう次ですよね、えー、次の対応を取ろうということで考えてらっしゃるというところで、ね、まあ、どちらにしても多分今日帰ってね、なかなか勉強できないと思うので、まあ、速報会来ていただいて、まあ、ちょっと、えー、今年の担当試験ですよね、えー、見ていただいて、でまたまあ次の対策ですね、もういよいよ明日からあの振り返っちゃだめですよ、もう論文、あのすぐにスタートという形でね、あの引きずらなくていいですから、すぐ論文に切り替えていただくということですね。 とと、はい、いうところで、ね、今か今かと待っているところを <laughs> わ分かるんですけれどもじゃあ早速ちょっと見ていきたいと思いますで、えーとまあ、安斎先生の方からお話があったかもと思うんですけれども科目別でしたよね散々いろいろ作戦考えてると思うんですよ人によって俺は科目別のとこうとか俺は前からとこうとかね長文からと思って開、ね、けた瞬間あれ特許ばっかりじゃんみたいなねと <laughs> いう形で、うんまあ、ちょっとそこが意表を突かれたかなと思いますさらに特許はやっぱりいくつあるか問題が多い ですよねでちょっとまあ後になりますけど衣装とかって逆にないっていうところで、まあ、非常に今回、まあ、変わった形の出題だなと思いました、はい、で、まずじゃあ早速東京の方を見ていきたいと思います1問目罰則からですよ <唐>突に <laughs>、ねでまあ、大体ですね、まあ、特許の問題とかって、まあ、最初の頃にへんてこな問題が出ることが多いんですよね、本、え、当、ー、損害賠償の金額計算させたりとか、まあ、今回、ちょっと後半、ね、15問目あたりで判例のなんだか見たことない問題が出たぐらいで、まあ、そんなにまあ狙った問題はなかったかなという気がしていますで1問目に関しましては、えー、とまあ罰則というところで、まあ、先に正解を言ってしまいますとこれは4番ですね。丸と えー、秘密保持命令違反ですから、えー、これについては控訴がなければ控訴を提起することができないと、うん、やっぱり秘密保持ですから、自分として、何てうんですかね、これが秘密保持かどうかっていう判断っていうのは、これは権利者がするべきとかね、まあ、要するに、と、えー、いうことですよね、うん、あ権利者って、まあ、秘密保持を持ってる人か、秘密保持を持ってる人が判断すればいいわけですから、告、まあえー、訴があるっていうところが前提なのかなというところです、まあ、これはできてほしかったかなと思います。 はい、まあ、うん、ちょっと。 まあ個人的にはできてほしい問題ですね。はい、であとは、まあ、ちょっと簡単に枝の、えー、簡単に説明しておきますと一番はまあ過料というところがちょっと、ねえー、ともうちょっと罪重かったよねというところだったり2番、侵害の罪もうかなり昔の格問ですよねこれね、うん、あの告訴がなければコ訴を提起することができないというのは、まあ、今はもうこれはないですよねというところですで3番に関しましては101条間接侵害と直接侵害では罰を規定異なってましたよね。うん、要するにに、まあえー、全体的に引き上げた 直接侵害を引き上げたときに間接侵害はそのままに置いたわけですよね、これ。と、うん、いうところで、まあ、そこは異なっているということです。で、5番に関しては、え国外犯ですよね、についても、まあ、適用されるというところになっています。はいまあ、ここはあっさりとととでできたかなと思いますす、えー、問目ですねと まあ正解かからいなでえっ、ー、といやその方がいいでしょうだってねもう聞いちゃうとねああで終わっちゃうから <laughs> でまず枝の「いい」ですけれどもこれはまぁ「かなと思います、えー、去年6月を経過した後ですよね変更することできませんねというところになりますので、まあ、これは「丸でよろしいかと思います で、えー、枝の2とあ、ごめんなさい、炉ですね、えー、ロにつきましては、三条1項1号と三条2項の話がありまして、これ、技術評価の話ですよね技、技術評価は客観的なものに基づいてといわゆる話があって、ますね文献工チに関してしか見ないよということになりますので、これはツということになります。 えそれから、はにつきましては、えー、実用支援技術の評価の請求、まあ、これ、何ビでもでまも、あ、極端的にできるわけですから、ここ、共有者全員にしなければいけないという理由はないですね。ということで、×ということになります。えー、2というところで、まあ、ちょっといろいろごちゃごちゃ書いてあるんですけれども、まあ、たぶん丸でいいと思います。前半が1項訂正、後半が7項訂正の話が2つ入ってるかなというところで、たぶん漏れがないとは思いますと。 法につきましては、えー、ここが最後の分かりやすいですよね、うん、これは丸だと思いますね、うん、あの別に図面の訂正に関しては期間あのそこでですねあの訂正命令といんじゃなくてまああの1項訂正7項訂正含めてね、まあ、それぞれの期間がありますのでその期間内であればできるだろうというところですなので正しいものですから「えー、い」「に」「法というところで3つかなと思いますはい で次が3問目というところでこれが厄介ですねこれは若干あの間違えちゃう人が多いかなと思いますね私も実は最初見た時間違えましたんで <laughs> あの間違えちゃう人が多いかなというところですねこれ正解は2ですねでちょっとあのまだ根拠 まあ、調べてないんですけど、まあ、ちょっと初業っていうところで、まあ、できてもおかしくないだろうっていうところで今のところは考えてるあのもしかしたら最後にもう一回登場して実は違いますっていうかもしれませんけれども、うん、多分で何かしたらね私やっぱ最初間違えたの3なんですよねでばっとあの急いで解かなきゃいけないので、ね、こ速報回答を出さなきゃいけないって一番手なんであの結構割と <laughs> あの慌てて解くわけですよで「うんよしこれまあ3分あもう典型的だ」と。 分割出願でしょあ分割出願優先権使えないじゃんって思ったら確かによく問題を読むとですね、えー、特許法41条1項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合詐欺の出願が特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割にかかる元の特許出願なんですねこれ。なので分割出願とは言っていなくて分割の元の特許出願ですから分割してない方。 に基づいて優先権を主張すると言ってますから、これは別に問題ないということになりますので、多分3が間違えやすいかなと、まあ、自分が間違えたからそう言うんですけど、ぱっと見て。うん、なので、えー、この3番に関してが、えー、多分ん、まあ、ちょっと引っかかっちゃうかなという感じですね、というところです。はい、で4番は PCT 絡みというところになりますし、いやよ絡みですよね。で5番に関しては、出願 B ですよね、うん、出願日がまあ B と。 A と B というのがありまして、A の日からではないよというところになると思います。枝の1に関しましては、料金納付をしてないですから、のこの時点で、キャッカーですよね、要するに1年から3年までの料金納付をしなければというところがありますので、そこの条件からはじけるのと思います。いというところで、ここの正解は2でよろしいかと思います。続いて4番目というところで、またいくつあるか問題ですね。 侵害に関していうところで割と105条絡みでちょっと解きにくい問題だと思います。で、えー、っと、かっこいいなんですけれども、これは丸ですね。105条の4項というところで、まあ、順用の規定になると思いますけれども、いけない、一応まあ画面に映そう俺、そうなんで、さっき、今頃ですけど、よいしょ。 問題が写ってる方がいいかなと思ってねでわざわざコピーし,あのしてくださいって言ったんですけど写すの忘れてたねずっとねはい、で言ってるのはいいですねでこれについては、えっとまあ、検証の話ですかね確かこの検証ですね検証の目的というところがありましてでこれが何かといったら105条のところの、えっと、4項ですね 最後のここですねあの検証の目的にあの提示して順用するというところで150の1項から3項の規定を、まあ、検証についても順用してますということになりますので、まあ、その規定の流れになるのかなと思います。 まあ読むと、なんとなく丸っぽいかなという気がしますね。で、次が、ロですね。で、今回の問題は、ちょっとこういう問題が多かったかなと思います。で、これ、ロについては104条のところになりまして、104条を見ると、何かと書いてあると、物を生産する方法の発明についてですよね、特許がされている場合において、そのものが特許出願前に、日本国内において公然知られたものでない場合と。 いうことになっていますので、問題は日本国内および外国のなんですよね。あこれが違っているということになりますね。外国っていうところは関係ないよというところになっています。ちょっと細かいと思います個人的には。なんで結局まあ条文をまあしっかりやっていただくっていうのがね、まあ当然大事なことなんですけれども、この時になんで日本国内なんだろうここはと。 というところをまあ考えて勉強しているかどうかというところでまあ正解とまあ不正解が分かれてきちゃうかなという気がしますね。はいえそれから括弧派というところでこれは丸ですね。百五条の七というところになります。えそれから括弧に 特許がものを生産する方法の発明についてされている場合においてその方法により生産したものを行として貸し渡しのために所持する行為というところで101条6号になりますので間接侵害になりますよって丸「丸で最後ですね「確保でこれも細かいですね。 俺も細かい、えー、と特許法は特許にかかる訴訟において職権により裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするために室内な事項について鑑定を命じたときは当事者は鑑定人に対し当該鑑定をするために室内な事項について説明しなければならないとの明文の規定があるとでここ今回ちょっと何個かの間で私が解いた範囲でもこの明文の規定があるという聞き方をちょっとしていることがあって今日まあ解いていただいているので皆さん一番よく分かったと思いますけど、まあ、条文上忠実に答えてくださいと。 ということでで言ってる状態ですねでこの時にポイントはどこかとっ,ったらここですねこれは職権、職権がありますかというと105条の2というところの条文になるんですけれども特許権または専用実施権の侵害に係る訴訟において当事者の申し立てによりなんですね、これ、職権じゃないんですよね、申し立てということになりますのでこれは罰になるかと思います。 なので4問目に関しては誤っているものですから「ろ」と「ほ」が誤っていますので2つ違ううとということですね正解は2番、はいえー、それから、えー、と5問目ですまた誤っているものというところですねで心血、えー、に対する訴えというところになっています かっこいい特許権の申し立てについて特許取り消しの理由の通常を受けた特許権者は審判長が指定した期間内に限り、まあ、訂正請求をすることができるんですけれども訂正請求の却下の決定に対して訴えを提起することはできませんかというところで、えー、とこれは訴えを提起することはできますよねというところでツになります。 178条の1項がそういう条文になっているわけですけれどもやはり、ここというのは権利範囲が変わる内容ですからあのしっかりこれは争わなきゃいけないという趣旨なんですよね。いう趣旨なんですよね。単純に、えー、あの手続きにおいて、ね、中間手続きだからなんかどうでもいいじゃなくって要するに訂正請求に関してやっぱり権利範囲が変わってくるのであのここをしっかりと決めましょうということなんですよ。なので、えー、やっぱり単純に却決定却下が申し請求書の却下。 えてしまったということであればそれを争う道というのを残しましょうというところになっています、はいうん、で次が「路」というところで、えー、これは、まあ、ポイントとしては、まあ、誰を被告にするかというところですよねで結局あのこれのような被告的確に関しましてはもともとが何かなんですよ。もともとが無効にすべき旨の神決っていう要するに無効審判ですよね。 うん、当事者系審判のあごめんなさい。えー、っといいのか、当事者系審判の場合は相手方ということになりますので、妻子に関しても同じです。なので、ここに関しては罰ということになりますね。特許庁長官が被告ではないです。若干違和感のある規定では、あの人によってはねあるのかもしれないんですけれども。ただもうここはもう当事者系か査定系かというところで分けて考えていただければよろしいんではないかなと思います。 えそれから次がはというところでえ特許庁長官はというところで延長登録無効審判まあわざわざね延長登録にしているのがちょっとやらしいんですけれども新決に対する訴えの提起があったときは裁判所から意見を求められた場合に限り当該事件にかかる特許法の適用その他の必要な事項について意見を述べることができますかとあの問題はここですよね裁判所から意見を求められた場合に限りまあちょっとうさんくさいですよね、ここで,で。実際条条文を見ると180条の2 のところなんですけれどもまあちょっと違いますよねというところですよね184人うんまあ結局裁判所の許可を得て意見述べることができますよということになっていますので、まあ、そこが違うということになりますなので正解×ですねで今のところはイーローハー×か2番まあこれは問題ないかなと思いますね はいえー、とこれは丸ですね。同じ理由はちょっとまずいでしょうということになりますね。で、弧法に関しましては、弧、え、法、ー、に関しましては、これは丸ですね。不服申し立てすることができませんよということになります。 まあこれは、まあ、あの大丈夫かと思いますなので、えー、5番目の正解は3ということになります。は、えー、イ・ロー・ハーですね次6問目、えー。6問目に関しましては、まあ、補正がらみというところで、まあ、いくつあるか問題が、まあ、な,じゃなくなったというところでちょっと安心ですよね。はい でえー、と正しいものということになりますのでこれ正解は5番ですね、まあ、まず最初か最後かっていうところになるわけなんですけれども、まあ、枝の5に関しましては最初、えー、になんだこれは何でしたっけ最初の拒絶流最初の拒絶流通知しか来ていませんから補正制限は3項と4項しかかかってこないということになっていて明細書元もともと糸の全部書いてあるんだから参考要件は OK。 で一番最後の正し書きで、えー、シフト補正にならない、いわゆる単一性の域を満たすって書いてありますから、4個も OK ということで3個、4、え、個、ー、クリアになってますので、えー、これが問題ないということになります。なので5が丸ですね。はいえー、と1問目に関しましては、あの50条の2の通知が来てしまっていますよね、枝の1に関しては。ポイントは、まあ、これもここです、ね、50条の2の規定というところになりますので、 うんまあ、これが来てるというところですから、まあ、ちょっとこれだけだと足りないですよね、うん、3456全部満たさなきゃいけないというところですでそれから2番に関しても外国語書面の補正をするというのはこれはできないでしょうということです、えー、それから3問目に関しましては5期、えー、の訂正と言ってるわけですよね5期の訂正に関して独立特許権は見ないですよねということになりますのであのここが問題ないと。 で4問目に関しましては、まあ、これはちょっと何とも言えない問題ですけれどもね五百定正より補正された範囲内においてする場合に限られるってそんなバカなみたいなねあのそんなに狭い補正はないでしょうっていうことにはこれはなるので、まあ、正解ごとこれはちょっとできてほしいですねはいなので6問目に関しては5ですね、えー、7問目、えー、正しいものですでこれも厄介ですね あの今のまあ6問目はまあ個人的には A ラ,あの A ランクなんですけど7問目にさい6問目はね A ランクですけど7問目はうんちょっとあれですね B か C かうんまあ結構間違えた人多いんじゃないかなと思いますね。枝ごとに見ていきますと「E」なんですけれどもえと取り下げに関しましては審判請求の取り下げに関しては確定までできますのでうんまあこれ未確定ですよねということになっていますのでこれ「E」に関しては×ですね。 それから次、過去ロに関してなんですけれども延長登録の無効審判の請求人というところで請求,の請求書の補正において無効利を追加することができますかとこれはまあ当事者系ではないでしょうあの請求の要子縁構成ができないのは無効審判においてできませんよと常務上になってますのでこれは延長登録無効審判ですからあのこれは丸ですね。で歯に関してがこれちょっと厄介で。 で結局まあどこを聞いてるのかということになるわけなんですけども131条の2ですよね典型的な問題でで131条の2のところで、まあ、審判請求書の補正で、まあ、2項なわけですよねで2項のところで、まあ、結果的には要件がまあ2つあるというところになっていますねでまあ「かつ」の要件で、まあ、つながっているわけなんですけれどもどこだどこだ。 つここの要件でつながっていて審、まあ、理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものである場合と、まあ、この場合でそれがかつになっているよとでその場合については補正を許可することができますよという問題になっています。となるとこっちかこの問題ですね、うん、過去案についいいてても、まあ、1個しか書いてないわけですよねだからまあ当該補正が不当に遅延させるおそれがないことが明らかと認める場合ですよね。当該補正が 不当、心理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認めるときは、補正を却下することがあるというところで、確かに条文上から比較すると、要件1個しかないので、うん、どうかなと、どうかな、どうかなと思っていたんですけど、実はこの問題、ここがポイントじゃなくて、よく見ると、その前が審判官の合議体って書いてあるんですね、これ。で、これ審判長。 がやるということに条文上なっていますので、あのここの段階でえバ、ー、ツと切れるということになりますので、歯はバツというところになります。引っかかるよね <laughs>。これね、なんだかね。あの考えてあのこっちに目が行きますよね。私も行きましたもんね。で、これ二つ要件あっても、まあんなんかね。することがあるって言っちゃうとすることがあるよなと思ってたら、まあ、問題も何回も何回も読んでたらあれってね。審判官の合議体になってるじゃん。っていう,、うん、いうところですよね。 なんか微妙に次、確弧2です。特許無効審判は、審決審判請求の取り下げ、または請求の放棄、放棄の請求というのが、ごめんなさい,い、えー、請求の放棄というのがないですよというのが青本に書いてあったと思います。うん、なので、これが×ということになります。なので、7問目に関しては正解は1ですね、正しいものは、ロのみが丸。で、イハ2が×ということになります。8問目。 えっとまあ、昔、まと、あ、いっても最近の過去問題はあまり載ってないんですけれどもえ、著作不況でよく出てきた問題パターンですね、2つの中で正しいものを、を、えー、どの組み合わせですかみたいな問題です。はい、で e に関しましては、えー、アスベルト事件ですね、これは丸ということになります、あの補正製品が補正の前後を通じても範囲が変わらないと言ってますので、<laughs> E については、ここですよね。えー、っと どこだ特許請求ラインを減縮する補正をして、えっとここですね、製品が補正の前後を通じて当該請求の技術的配慮に属するんだと、その場合は再度の警告なくてもいいですよという話があったと思いますで。逆にそれが外れちゃう、要するに最初の警告の時には入ってなかったけれども、補正したことに入るような補正をしたのであれば再警告しなさいというところの話だったととと思いいいますな、はい、なのでこ、えー、これにについては丸ということになるかと思います。 で次が、えーと、炉のところですかね、はい、で炉に関しましては、まあ、ちょっと悩ましいんですけれども、うんとまあ、納付しましたよでそれによって消えちゃいましたというところ確かに消えちゃうことがあるんですけれども、まあ、縄文上、かなり細かいところで言うとその後さらに回復する場合があるんですね。これは で回復してしまえばまた特許権が元に戻りますからその場合は保証金請求権の行使ができる場合があるということを考えるとこれは罰かなというところですね。はいえー、と65条の5項の括弧書きとか、まあ、その辺の話になります。えー、それから派に関しましまては これ何でしたっけ最後の拒絶流通知が切って、あその要件のみ、独立特許要件のみに違反してるとで、そのことを理由,をし理由として、補正後ですよね、要するに独立特許要件を言ってるんですけど、補正後の特許出願、これ、補正却下になりますよね、最後だから。最後の拒絶流通知で、17条の2六項違反ですから、これは補正却下になるということになりますので、補正後の特許出願について拒絶すべく旨の査定になるというわけではないですよということになります。 はいえー、それから2というところで最後ですねあのこの要するにいつかをちゃんと見てほしいというところですねで最後につきましてはというところで明瞭のない記載の釈明と、うん、言っていますので、まあ、この場合については、まあ、それで独立特許権ですね後半は法制却下になりますかと言らなりませんよということですからこれは罰ということになりますで最後が「ほ」ですね出願公開後における れでされていう副審判の請求と同時にした願書に添付した明細書の補正は特許効に掲載されませんかというところでこれは丸ですね。はい、あの基本的にはまあ審判請求の前じゃないとあれですよねということになりますので、えー、これは丸ということになります。なので意図法が丸ということですので正解は5ということになります。 はいえー、次が9問目になります。はいえー、9問目、えー、異議申し立て、なんか異議申し立てが結構よく出たなという気がしたんですけれども、なんでこの異議申し立てばっかりという気がしないでもないんですけれども、まあ、異議申し立て、また、あ、ここで出てきたということですね。で正しいものはどれですかというところ、理屈あるか問題ではないです。 でこれに関してはは正解は5ですね取消し決定が確定した時は取消しの理由のいかにかかわらずその特許権は初めから存在しなかったものと見直されると、まあ、基本的には特許って取消しとか無効になってしまうと訴求消滅ということになりますけれども、まあ、後発無効に該当する場合はというまは確かに例外はあるとところが後発無効は異議申し立て見てないですからねこれはあ,のあくまで審査に対する、えー、可視をどうしているかというのを見ている制度ですから、まあ、これはまるでよろしいんじゃないかなと思います。 1>, はい、1番に関しましては、取り消し流通値があった後に関してということになってますけど、最終的には参加は決定があるまでですよね、ずっと参加できるということになりますので、これは×ということになります。いつも異議申し立てとか、フローの流れを抑えてくれって言ってるんですけれども、取り消し流通値が来てからが異議申し立てって、そこからが勝負ですから。 そうでしょ異議申し立てかかりましたとでその間特許庁でごちゃ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 やっていてあ取り消し理由通知があるよって来てからが始まっていくわけですよ。だそこのタイミングからもう参加できないってなっちゃうと、うん、ちょっと困ったねということになりますので、うんまあ、そう考えてもここは罰かなと思います。2番目とというところで うん、まあちょっとなかなかこれ難しいところではあるんですけれども異議申し立てにが申し立てない理由について審理した場合においてっていうのがちょっと限定かかってるのかなという感じです、はい、まああの5番がちょっと多分丸なので、まあ、消去法的にこっちが違うのかなという感じで考えているというところですね3番に関しては審判長は特許異議申し立て書の副本を特許現在に送達ではなくて送付ですねこれはね アクションを起こさなくて済むわけですから、基本的にはここは送付で十分ということです。4番に関しては、異議申し立てに関しましては、当然、ここで負けちゃったと、例えば異議申し立て人が、負けた場合に、新取りだ、なんだっていけないのはなぜですかと言ったら、無効審判を請求すればいいでしょっていうのが理由としてありましたよね。ということは、同じ理由であっても、当然、無効審判請求するのは構わないということになります。なので、正解は5ですね。次が10問目ということになります。 まさかの職務発明ですね、うん、こんなにがっつり出るとは思わなかったんですけれども、はい、で「E、えー」いいに関しましてはこれ「丸ですねえっ、ー、と「使用者」 というところで公は従業者、を通過した職務集めについては契約においてあらかじめ公に特許を受ける権利を帰属させることができると定めたと契約の後乙大津が職務集めを発明したとき職務集めの特許を受ける権利は契約をしたときからではなく職務集め委が発生したときから公に帰属するまさにこの状況ですよねまさにこの状況ということになりますのでこれは丸ということになります。過去が丸だと思いますこれで条文 とまあ、いくつかの条文を組み合わせていますけれども、まあ、問題ないかなというふうに考えています、えー、次は「括弧歯」になりますけれども括弧歯」えー、はにつきましては、えー、とこれも「るでいいと思います、まあ、当然使用者が「オツ」っていうところで「オツ」の会社の中にいるのはずっと会社にいるので,で研究所が「移ったってだけですから、まあ、それによって急にね、えー、と職務集めの通常実施権がないよというのはちょっとおかしな話でしょうというところで「歯」については「るです括弧、はい、に,に関してこれも「るですね まさにこれが改正法に載ってるやつですよね、共同発明の場合において、お互いの同意を得なくても、移すことができるんですよというのが、まさに改正法に出てるパターンになると思いますので、これが丸ということになるかと思います。それから、確保法に関しては、これ、条文上できませんよね、職務集め以外ですから、はい、職務集め以外の発明については、登記を受ける権利を取得させる契約は無効ということになっていますので、これは丸ということになっています。 なので、イーローハーニー穂全部もあるなので世界はと誤ってるものはないでだから世界5ですねじゃあ順調ですかね、今のところは。 前ですけどね、ちょっとね、こ今回の今までのパターンだとね、結構なんですかど、ね、1問目から10問目バ、ラバラら出てたからいいんですけど、今回、ひたすら特許ですからね、えー、ちょっとね、後半、条約も控えてるしあの、不安はありますよね、ちょっとやっぱ今のうち取っておきたいって気持ちはあると思うんですけれども、うんまあ、ただ、あまり気にすることはないですよ、そんなにね。うん、はい、えー、次、11問目です。えー、分割等ですよね、えー、と実用新案登録も続く特許出願、出願変更に関し、誤っているものはどれですかと。 いうところですね。はい、で、えー、正解は三が違うと思います。えっ、ー、と、これ、まあ、あの、または、あの、規定で、あの、要する三年経過したとなっても、まあ、できるっていう話があったと思うんですよね。あの、拒絶査定っていうのは、だから、まあ、同じように考えれば。えー、多分、これが変更経過した後ができないっていうのは、違うだろうと。 いう,ふうにあの変化3年経過した後だっても、一生登録から特許にする場合ってできる場合があるんですよね。ということになりますねこれが×かなと思います。で、えー、と1番がちょっと英語事しでは書いてあるんですけども、まあ、これは丸でしょうね、条約に反する規定はないですし、まあ、パリ条約上の要件を満たしてますので、ここは、1は丸でいいと思います、で2番に関しましては、えー、とこれ、基本的には期間が延長されたら分割の期間も延長されるんですね。 じゃなくて意味がなくなってっしまうのでこれは拒絶査定の時もそうですしあの特許査定後の分割も一緒ね30日の期間が延長されて30プラス30で延長できると思いますけどこれ分割の期間も延長されるのでなのでまあここに関しては2番は回るということになりますで4番がちょっとややこしいことは書いてあったんですけれどもまあ2行目のところですよね単純にまあ何が書いてあるのかというところで ここですよね取った請求の範囲に記載されたものに限られないんだって、もうま,あまさにその通りですよね、分割出願って、例えば、色ろ分のい、e、いから、色ろ分のローを分割していいわけですよね。うん、なんで、まあ、あのそこのことを書いてるのかと思います。はい、で、5番についても、あのまだ丸ですね、460の2。 の実用信案登録に基づく特許出願に関してはまあ権利状態から出願状態に戻すというのが好ましくないというところでどういうふうに経由したとしても実案には持ってこれないという話があったと思いますね。特許出願にした後にまた遺書を経由したとかねあのすごいこうトリッキーなことやるわけですよねあの条文字をちゃんと46時の2で特許出願した後に遺書を登録出願に変更してでさらにそれも実案にするこれもできませんしそれらもう全部できないよということになりますのでえ5番は丸ということになります。なんで正解はえと3がと いうことになります12問目、えーと、ちょっとこれが厄介ですね、いくつあるか問題で。で、カッコ E に関しては、これも丸です。これも形式的な価値ということになりますので、ここに関しては問題なく丸で持っていけるでしょうというところです。でかっころですけれどもうーん とこれにつきましてはまあ条文上で考えればまあ罰と考えていいのかなと思います併合することができるじゃないんですよねこれ併合するものとする裁量規定ではなくって異議申し立ての時には必ずこれもくっつけるんでしょというのはこれも原則で、まあ、原則というかもうこれくっつけなきゃいけないという話になってるんですよねあの併合するというだから併合することができるではなくて併合するものとするというのが十分にも書いてあってで特許法に規定されているというふうに書いてありますからこれは罰でいいんじゃないかなと思います でそれから、えー、と次「は」なんですけれどもこれは丸ですねはいでこれはもう条文通り120条の7の第1号というところでこれは条文通りですで2と方がちょっと難しいと思いますねで2に関しては、えー、と多分×でいいと思いますね でこれまあ講義なんかでもうちょっと私も力説しとけばよかったと思うんですけどまさかこんなとこ出ると思わなかったんで割と軽くしか言わなかったんですけれども異議申し立てのフローを見ると無効審判によって新決予告がありますよね。で無効審判の新決予告で無効になる場合新決予告を出すんですけれどもあれって異議申し立ては新決予告版の取り消し流通値っていうのがあるんですよ。で特許庁のフローを見ると確かにあるんですよそれが。 あの取り消し理由通知のところに「括弧そのまま」なんですけど「神経誘括」にまあ相当するみたいなことが書いてあって一旦それを出しますよとそれで訂正の期間を与えるんだっていうのが確かにはあるのでうんあのまあこれは「罰でいいと思いますけれどもねうんまあこれが「丸ってなっちゃうとじゃああのフロー何なんだってことになるのでただまあそこまで受験生に聞いてるのかなっていう気はちょっとするんですけれどもうんで括弧法に関してもこれは審判員団の規定で罰ですね。 まああのまあ、これに関しては必ずしも出さなければいけないということではないなという判断でいいかと思いますで過去2に,に関してはさっき言ったように、まあ、やっぱりできないで丸てなると、まあ、ちょっと言い過ぎかなという判断するしかないですねここはさっき言ったその審判便弾に書いてあるからだでよくまあ受験生ってあのこ,ういうこういうのが出ちゃうとじゃあ審判便弾をもう今年は読まなきゃと。 いう形で急に読み出したりするんですけど、まあ、そこまで私はいらないとは思ってるんですけど、ね、個人的にはね、うん、ただまあ感覚的には罰には持っていけると思うんですけれどもちょっと酷かなというところですだ12問目に関しましては正解は3つですかね誤っているものはい、えー、と時間もだんだん押してきましたのでちょっとスピードアップしますけど13問目誤っているものはどれですかというところで、まあ、正解は4。 ちょっと表紙抜けですね本当にこれでいいのかなっていう気はしないでもない問題で、もうサクッとこう書いてるやつですよね、うん、外国語書面出願においてっていうところで、翻訳文提出しなくても審査請求はできますよと、うん、いうことです、まあ、審査しなきゃいいだけですから、翻訳文ないときはね、と、うん、いうことになりますと、はい、で1番に関しては、まあ、あの30条ね適用に関しては訴求しませんよというところで、えー、39条に関しては、先行がんは、う、え、つ、ー、のものはなくなっちゃいますからね。 当然そこで39条の適用はないただあのオツの質願が公開されれば、えー、当然甲の質願の方は29条には適用がありますのでまる、うん、かなと思いますねで2番に関してはこれ改正の規定ですね38条の3っていうところで丸る、えー、3番に関しては、えー、翻訳文を提出していないので取り下げになってしまうので、うん、これ出質公開はされないでしょう、えー、5番のところは4条のところに規定がないですから丸というところでよろしいかと思います 14問目というところでまた再審というところでちょっと厄介な問題です。はいえー e、に関しては丸ですね。新決確定後最新請求登録前というところになっていますのでこれ丸でよろしいかと思います。えー、かっころというところでこれ×ですね。というところで、えー、153条が1個が順用されてませんのでこれ×でよろしいかと思います。 それから「括弧は」というところでえ参加人は特許権者と共にする場合でなければ最終を請求することができないかというところでこれ制約はないですかね参加人は17。171条のところで「参加人はできる」って書いてあるだけで別に特許権者と共にしなさいとは書いてませんから「罰でいいかと思います。括弧に,に関してはまあ,あの及ばないんですけれども文末は「及ぶ」になってますから「罰でよろしいかと思います。括弧法 に関しましてはまあ民法338条1項2号というところの要件に該当してるんですけれどもまあそこまで意識しなくてもやっぱりね法律より神経に関与することができない審判官まで言ってるのでまあできないんじゃないのみたいな感じでまるでよろしいんじゃないかなと思います。はい、ということですので誤、えー、っ,んんってるものですから正解3つで3番になります。 最後、15問目であの最後と私の担当の最後ということですね、あのただ、皆さんは先がありますけど、はいえー、と15問目、えー、ちょっとまあびっくりする問題ですよね、でもう出だしからですね次の一部はもう旧特許法とかってね、えー、大正10年法とか言って何を言い出したんだみたいな感じの正直問題で、何を言ってるんだ、32条って、32条、不特許自由じゃないのかみたいな感じのね、<laughs> いう感じだったと思うんですけれども、もうしょうがないですよ、こういう問題は。でで日本語の問題ですこれ でえー、と問題自体は最高裁の昭和52年2月14日の、えー、昭和49年行八81号という昔、審判便団なんかの当事者という項目でえと出たりしていた今、ちょっと載ってないみたいですけどもなんかその説明で出てきたりしていた判例で,でその下に書いてある ABCD が原審が東京高裁の昭和48年6月5日ですねまああの最高裁というかの裁判所のホームページで判例検索すれば出てきます。 うん、なんですけれどもまあ日本語ですよでまずアルファに入る言葉はあの何かというところになるわけですけれどもまあ2つに絞られるわけですよねこういうのってね、うん、でまずこれ最恵国大国って1個しかないから多分違うんですよ。 そうい,うね <laughs> いやい,やまあそういうあの問題作る側からすればそうなんでだってこれ最恵国体ぐらいあってたらもうこれ正解これ決まっちゃうからやっぱこう出しにくいんですよ心理的になんでまあこれは違うだろうということであとはまああのどれかなとで多分あのすごい適当な特定ありますよでまあ B で4つ始まってるんで多分 B で始まるんだろうっそれで2も違うなみたいなと、うん、まある大体3分の1になってきてうんまあそんな感じですかねはい、う。ん そうだね、まあ、そんなすごいいいかけのな解き方ですけどただまあ分からなかったらこう解くしかないんでねでこれ正解は3番ですだからまあ3分の1までは絞り込めるんですけどあのこういう考えでね、はい、だからまあこれはできなくてもいいと思いますねあの時間かけて多分問題を読んでいけば接続詞とかのつながりで出せると思うんですけどかなりまあ今回時間がなかった、まあ、まあ毎年そうなんですけれども時間がなかったと思いますので、まあ、そういった意味ではここに関してもできないかなと思います はいでえー、といくつかやっぱりちょっと問題ですね、まあ、特許、まあ、15問までしか見てませんけれども、まあ、若干細かい十分とか聞かれているところがありますので、ちょっと特許は点数を取りにくい気がします、うん、なので、まあ、今の段階で、まあ、逆に点数が取れてないよという方も、そんなに悲観することはないかなと、きっと、きっと後半追い上げてきますよ、<laughs> あのそう期待してね、あの追い込み方でここは一気に伸びると、でも今、点数がかなり取れてるという方は、もう逃げ切ってください。 ここで一気に逃げ切っていきましょう。ねえー、というところで、まだ悲観するのは早いですからね、こ、う、こ、ん、にいる方ってさ、全問満点って人いないですから、普通、当然、なので、みんな悲観してるんですよ、大体、ああ、やばぱ失敗しちゃった、あこれか、えー、ここなのに審判かみたいな感じで、なんだかのやっぱり、それはあのミスはしてますから、そこはまあ気にしないで、あの後半のところですねあの、ちょっと期待をつなげていただければと思います。はい、えー、というところで、では、宮口先生、あれああ、そうなのあれだ、さっきでも <laughs> はいえー、レック専任講師の宮口です、どうも皆さん、えー、本日はあお疲れさまでした、ねえー、本当にね、あのー、今日の本試験、えーまあ、私もね、あのーまあ、受けたしとしかわからないんだけど、あのー、担当ゴロテコンプリートという講座があってね、それの模試で、あの科目別に出るかなと思って出したんですよ、まあ、受けたしは知ってると思うんだよね。 その通りになりましたね。<laughs> えー、ということでね、であと私ね、あのーまあ、よかったですが、本当はね、マスクして出ようと思ったんですよ、大丈夫、ちょっとうりが、大丈夫ですね、あんまり傷見えてませんね、あのあの自分で,です、ね、自爆して、あの顔面からこう、床に激突してですね、木曜日、大変な顔になってたんですよ、で、まあ、よく考えたらね、 皆さんの前にこけたということでね <laughs> まあここに来てる皆さん全員受かるかなというふうに期待しておりますねでまだねちょっとあの手もねあの突き指とかねしててね痛いんですけどまあだいぶよくなりましたんでねはいじゃあ16番からいきますでどうですかね私あのちょっと自分の,あの役割分担のところしかやってないんですけどえどうですか1番から15番まで絶好調ですか 私のこの16から30までねあ最初に言っときますけどいや意外と難しいですよええあのもしかしたら私が今から言う答えが覆える可能性もありますからその点ご了承くださいはい、まあ、私もいまだに迷っているのはありますはいまず16番「特実」これはですねえー、そんなに難しくないですよええ 標準的な簡単とも言いませんがまずあの、いいです、はい、これはね、えー、どう考えても傍人のき記載ぶりですよね、だって受ける権利、有しないものって言ってるから、でも待てよと、傍、ね、人に該当しないことがあると、どう考えても傍人なんだけど、ことがあると、ね、でやっぱりこう頑張って考えるわけですよ、そしたらやっぱり、丈夫にね、なんかかっこわきなかったでしたっけ、なんかそののぞき書きみたいな。ね 123条1項6号ですかね。それを思い出した人は、ああのうまく答えられたかなと、ね。74条の移転請求があった場合を除くと、あります。これを聞いてるんですね。えー、し従いまして、これ、丸でございます、ねで。あとは全部×です。えー、でちょっとね、ロがずるい問題なんですけど、ロ一見ね、丸じゃんと思うんだけど、 五期または五0が抜けてますねええー、ちょっとずるい問題ですはいで「歯はね2行目の「最初に」っていうところがね余計ですわねもちろんあの五期五役の訂正の場合には最初なんですが普通はああの直前の名節ですからね最初がいかんですはいで「いろは2」の「2」はね、えー、1行目「明瞭でない記載の釈明の時に独立即興権課されますか 違いますね厳粛ですよね、あるいは5期5役の訂正、従いまして、にも罰、で法はね、訂正審判請求するというに、専守要件者の承諾、必要ですか、必要じゃないね、敵対関係にあるぐらいですよ、ね、これはあの127条という条文がありますね、えー、専用自主権、許諾通常事権職末目通常事権試験者と、ね。ということで、えー、1番が正解でございます。はい じゃあ17番、うんお、これはなかなかね、あのー、変わった問題ですね、えーうん、正しいものの組み合わせはどれかと、うん、それでまずね、えー、結論から言いますとね、ロと2が間違ってるんですよ、えー、ロ,ロと2がね、えー、そうするとね、ちょっとあの下の選択肢でロと2を削ってみてください、ね、そうすると必然的に1が残るでしょう。ということで、1が正解です。<laughs> はい、ねはい じゃあ次に、えー、18番ですね、お審判刑出ましたかという感じで、でまず、あのー、1番はね、えー、口頭審理の期日に当日の交通機関に災害があって、えー、当事者の出頭が困難であると判断された場合、審判長は期日して、あのー、職権で期日を変更できると、そうですね、これ、皆さんがいずれね、弁理士になったら、まあ、1度や2度ね、経験すると思いますよ、審判のね、代理人になれば。 あもちろんあの書面審理じゃなくて口頭審理の場合にあのお互いの、ね、日程が都合が悪くなることあるんですよ。ね、場合によっては特許庁の都合が悪くなることがあってあの期日指定の変更ということはありますわ、ね、これはあのちょっとあの災害の、ね、ために困難になったということですけどね、はい、これはまさに期日指定の変更は審判長という、ねえー、5条2項の知識ですね。はい で2番も、えー、これはあーのー正しいです、これはね、実用審案で出してるというのがポイント、ね、実案には、心決予告はないんですよ、あそれだけでもうね、えー、気付いてほしかったなというところがあります、で若干ね、ハイレベルなのが3番、147条2項、ちょっとす、ね、頻度の低い条文なんです、でもこれ、正しいんですね、147条2項ですけど、あ丸です。はい で4番がですね、えー、罰ですよ、これだめでしょ、知ってたんだから、ね、うん、知ってる時であっても、忌非の申し立てができると、ね、えー、ああ、そうか、ちょっと問題も読むよね、えー、特許無効審判において非請求人は、あーのー答弁書の提出を持って陳述しちゃったね、もうしし、する前に忌非しないとね、これ、そうでしょ、141を2項です。と、はい、いうことで、4番が罰でした。 5番は正しいです、ね、152条で。ということで4番が×、はい。じゃあ19番。はい19番はね、もうなん,なんていうかあの、えー、19番はね、私はね、もう3か5かと思ったんですよ。あのなんか分量声でしょ、パッと見た感じでね。で、3か5に着目しまして、で5番は下から2行目で60日が怪しいなとすぐに気づきましたんで、消去法で3番です。 ね、はい3番が正解162条ですでね20番これはねあのー、はっきり言って難しいです20番はこれはね申し訳ないけどもしかしたら覆るかもしれませんねいいですかまずね、えー、はい「いろは」に「ほ」まであってまず「いい」からいきますけどね、えー、下から3行目「いい」 主語は出願 C はあごめん出願 A および C はとねで B に対し29乗の2の拡大線画の地位を有するとありますが A はいいんですけど C は分割眼ですよね分割眼はねそのほら原子眼と分割眼の間に挟まれた相手型眼に対して拡大された線画の地がないですね442正し書きでということで×あのですい,いわ C は地位がありませんね A はいいんで「すけどねでロはねあの俺一瞬引っかかりそうになったんだけどああのこれ出願人同一じゃないじゃんはいこれ肉の荷の適応あるわと思ったんだけどねこれ有しないこともあることとももあああるるる場合がある問題ですだからやはりねここは基本に戻って5つの要件全て満たすかどうかをねあのもう一回検討する必要があるんだねそうするとね発明者同一のケースが排除できません。 ええ、従いまして「ことまる」は「丸にした方がいいでしょうこれ、ね、出願人同一じゃないからねそこでそれがポイントだと思って早仮点しない方がいいですこれはねはいで「は」歯はねえー、っとあのーえー、これまた分割出願 C が登場するんですよ、ね、で分割出願はあのー、拡大された千賀の地位を有しませんという問題は「E で出ましたからね ポイントは違ううだろうと、ええ、その通り分割出願は訴求項があります、普通に考えて。そうすると、この問題、一番上見てください。一番上、29条の2、および39条そう、39条の方でやられます。だから×。と、ねはい、いうことで、はは×です。で、2がね、これはあの、まあ、私も含め、他の先生もここはちょっとね、丸か×か割れております。ええ だから、ね、ちょっとから先にいくね、方、えー、は簡単だよね、これもうあのよく出るやつですよ、過去問でも。いやよの13、かっこわきですね。翻訳文出さずに、取り犠牲されてますからあの、肉の荷の地位は有しません。と、はい、いうことで、2, 番2はね、これはあの、えー、どうでしょう、ちょっと聞いてみたいと思うね。うん、多数決で決めようか、今のところはね。<laughs> よし、じゃあ、いろはにのに、とりあえずぶっきらぼうにきますよ。 拒絶されることはない、丸二社所どのぐらいいますか。丸大多数ですね。うん、七割ぐらい手が上がったわ。うん。やっぱりね、断わないとくれば、罰でしょうという人。あ、罰。二割ぐらい。二割弱。ね。で、これはね。あのー。まあ、他の先生はね、丸って言ってるんですが、私は罰じゃないかと思ってます。ええ。その理由はですね。あの、まず丸派の考え方。ええ。 これはですね、イでしょ、あの先の素顔がね、1番バッター、イね、2番バッター、いロハです、3番バッター、いロニですね、で、B と C の間に D がいる、イとハっていう発明を含むね、はい、それで普通に考えるとね、これあの、いわゆる累積的主張ですからあの、イに関してはもう完全に D の価値です、ね、はい、で、えー、っとロは含まれてません、D には、だからこれか、関係ない、はい、で、ハ。 歯は、ね、B と C の間に、あのー、両方含まれてるかを見ると B にしかないんですよ。ね。歯は B にしか含まれてません。そう考えるといわゆるみなし公開の効果がないんですよ。だからもう一回まとめると「胃については累積適所。ね。訴求項なしあ優先権の利益なし。えー「ろ」については関係ない。ね。で歯はあの重複してませんからみなし公開の効果がない。えー、そう考えると丸になります。 その点を考えるとしかしですね、これですね、いいですか、何年、何月、何日ってご丁寧に書いてくれてるんですよ。そうするとですね、この B がいつ公開され、いつ取り下げ犠牲にな,れなるかを厳密にチェックするとですね、この B は、あのちょっといいですか、はいえー、平成26年2月2日に A が、 出願されてますここから1年6か月、まあ実際にはね、1年6か月きっちりじゃないんだよ。まあでもいいやん、とりあえず1年6か月で平成27年8月2日に公開されると。ねまあ実際はもうちょっと伸びますよ。ねでも、まあ9月でもいいんですけどと、とにかく平成27年8月2日に公開されます。で、B があの取り下げ犠牲されるのはね、B から1年4月ですよ。ね継承例期間で。そう考えると、 平成28年4月9日に取り犠牲されるんですよ。そう考えると、ね、B は取り下げ犠牲される前に公開されてしまいます。ええ、そうするとみなし公開に頼るまでもなく、歯でやられるんですよ。どうでしょう、純粋に考えてください、B と D で歯の勝負は B の勝ちです。そうでしょ、そうするとね、やられるんですよ。A、だからこれはちょっと とどっちが俺みたいにそこまで考えるのかそれとももう取材者はそこまで考えてないのかそれによるんですよこれはだからちょっと割れてますええまあ大多数の人はこれ丸にしてますからねうん丸の確率は高いとは思いますが一応そういう状況であるというふうにあの頭の中に置いといてくださいこれね20番これは要注意はい じゃあ今度はね、えーっと、衣装の1番です。ね、衣装の1番はねそんなに難しくないですよ、うん、はい、これはもうズバリ言っちゃうとね3番でしょうねだってあの調結びして乾燥させた麺毎年ねなんか食べ物出てますでしょ昨年もねターメリックライス出ましたね今年は麺が出ましたね 3番は、あとはねあの、俺が解説するまでもなくね、あの簡単だからやめておきます。はい、じゃあ、えー、2番、これはどうよ、これはどういう問題だったっけな、ああ、これね、これ先に答えを言っちゃうと5番ですわ、ええー、これもあの大体2か5ですよね、もう気合が入っているのが正解ですからね。 でこれは2と5しか私、見てないんですが、あのー、2, 2はねあの出ましたって感じですよね国際衝突さんの保証金でもね、警告はおかしいと思いません二重城参考の警告とか言ってますよおかしいね、これ秘密遺書の警告とあごっちゃにしてるんですよ、ねあのー、保証金はねだってまだ設定登録されてませんよ だから二重上参考の警告ってそもそもおかしいんですよ、ね、だから2番は罰則、5番はなぜ正しいかというと、ね、これ、あのー、3つの出願が同日にされとって、で2つ、秘密永久してますわ、そうすると、えー、同日で類似関係にある競技不調不能の出願は、球場二項公団で拒絶されます、そうすると、えー、一番長い、まあ、長いものに巻かれろと俺、言うんですが、あの2年。 2年が一番長いね、えー、そう考えると、えー、拒絶確定日から2年後に、衣装候補に掲載されるという、この枝子が正解になります。ね、これはそ,のそんなに難しくないよ。じゃあ次、えー、3番ね、えー、はい、えー、3番はね、ちょっとあの、1、1と考える人もいるんだけど、2番でしょ、これはどう考えても。ね。 あの俺のごらせの他行しょう恐れもあるしね、えー、これはもう文句なしで2番だと思いますよ、えー、5条2号に該当するのにね、受ける場合があるのかと、ないでしょうね、正し書きもないし、ねで、もちろん先生、1もなんかほら、国旗だから受ける場合ないんじゃないですかというね、質問も来たんだけど、これはねあの、外国の国旗の模様、国旗そのものじゃないですよ。 模様が表されててそれでねちょっと俺も断言はできないですけどなんかあの審査基準かね高田先生だったから忘れたけどね万国旗だったら許されるんですよこれ万国旗だったらねその特定の国をこうねえなんか愚弄するとかねあがめ祀るとかそういうことではないのでえいいんだとねまあも,もちろんねその国旗そのものがあの高知のモチーフですからね 場合によっては3条2項とかでやられる可能性はあるんですが、まあ、場合があるだから丸にしときゃいいと思いますよ、これは。ね、もう2番が確実に罰です、ね、×です。あとはもうちょっと簡単な感じなので、えー、説明しなくてもいいでしょう。ね、あの4番って面白いよね。物品の品質の誤認を生ずる恐れがある衣装とね。<laughs> 商標みたいな感じです。はい。じゃあ次にね、4番ですね。で、あの今年のね、衣装法の特徴として 何年何月何日の事案が多いんですよだからあの皆さんがこのすぐにこう答えが出せないように出題者も頑張ってるなというね、えー、そういうふうに思いましたよはいこれ4番ね結構ややこしいよね4番は結構ねあの厳密に時系列とか書いていかないと頭の中でやったらもうこれしっちゃかめっちゃかになりますわはい結論からいきます はい2番、2番がおかしいよ、これ、えー、2番×ね、えー、ちょっと2番読んでみようか、衣装取さん B にかける炉について、平成27年1月に、えー、二重条参考公報が発行されました、えー、C にかける波は登録される場合があると書いてますよね、で多分皆さん、自分で書いた時系列を見れば、あのお分かりだと思うんですが。 オツの出願 B にかかるロは万年数なんですよ、ね、でそれに対して甲の出願 C にかかるハーはあの一部が維持のキャップですわあク,クリップ失礼しました一部類似のクリップです、ね、であのオツの出願 B にかかるロがいずれ一生候補が発行されるということはまさに時系列的にもそれから一部維持という点でも三乗の二に該当する しかも他人同士、えー、これはもうね、場合があるでも罰にせざるを得ないと思います。ね、だから3乗の2で拒絶されるので、あ2番が罰です。ね、で他のやつはね、ちょっと、あの、えーまあ、これ本当はね、俺が時系列書いて説明すれば、あのー、すごくわかるんだけど、ちょっと今俺手、俺手が痛いからね、<laughs> ちょっとごめんね、<laughs> いつもだったら書けるんだよね、<laughs> あの明日ぐらいになると書けるんだけどね、ちょっと今、痛いんですよ。ね 自分でちょっとねあの手が震えながら書いた時系列一応ありますけど一個ね固定的な図を書いておけばねあのあ今更なんだよねもう皆さん試験が終わってあれだからあのボールペンでこう消せない図を一回書いてそしてほら12345ごとにシチュエーションが異なるからシャーペンで書くとねその枝一を解いては消しゴムで消しとそういうふうにやればね あのまあ、効率よく解けるという、ね、テクニックが一応あります。はい、じゃあ,、えー、っとあの5番、えー、5番はどれでしょうね、うん、これは五条絡みですね、えー、これはもうね、簡単だからちょっと一、まあ、番から見ていきましょうかあ、これね、透明である旨を記載しなくても良いてあるけど、えー、図面だからね、記載した方がいいよ、あの見,見本じゃないからね。 6条7項見本じゃないから。はい。で、これは何だあ、2番はね、動的異症のこと言ってるんですよ。ほら、変化した後とか言ってるやん。ね。えー、動的異症は一異症一遺産の要件満たすよ。だからツ。はい。これは何々の部分がツね。これありがたいね。サービス問題ではこれ。で、4番はね、あのーちょ、ちょっといいか、4番引っかかるなよ。異症にかける物品の記載または、願書に添付した図面により。 その遺書の属する分野に来る通常の知識を有するものがその遺書を認識することができる,る,で,きるできないんじゃなくてできる時はあの記載しなくてもいいねできるんだからいいでしょできるんだからねほら認識することができるだから記載しなくていいねはいということで4番が正解でしたねえはい で今度ね衣装の6番これは俺む難しいなと思ったよあの何、ー、て言ったらいいんでしょうこれ正しいものはどれかでしょうねえこれ6番はね全部罰になったぞ俺一回解いた時に <laughs>、ね、これは難しいなと思いましたねで全部罰になったああのー、ち何をちまえとたか1がね丸かなと思ったんですよなぜかというとねえまあ1は最終的には罰にしたんだけど えー、まあほら国際国際衣装おさんの事案ですよねで「い」賀国際衣装おさんですよで「ガ、ねえーねその後で後から出願したものをねで類似関係でえー、っとあの、まあ、どっちかを本衣どっちかをね関連衣にすればってあるけどもこれねよく考えたらね「ロロー本衣装っていうのはおかしいでしょでもちろん最初は罰にしたんだよねでも全部罰になったから <laughs> <あ>の <laughs> なかかあるのかなとそれで、えー、ほらちょっと俺もい,いらんことまで考えてねジュ,ネーブジュネーブのほら、本ちゃんの方考えるとあの、なんだっけ、あ本国出願した場合とねそれあ違う、直接出願、間接出願というのがあってあの、直接出願した場合と、あの事務局に、であの本国経由で出願した場合とでね、あの出願日の認定の仕方がちょっと違うんですよ。うん だからもしかしてこのずれる場合があるのかなと思ってねちょっと丸にしたんだけどよく考えたらね3で丸にできるかなと思いました3も普通に考えたらツなんですよでも場合があるだから何かあるかなと思ったらねこれね同日出願にちょっと着目するんですよ同日出願ねえいろは全部同日出願 で俺もあの入,門入門じゃねえな短期あたりの授業でねあの思い出しますよ、担当アドバンステキストになんか同日図鑑で入れ替え、補正のなんかページなかったですか、片一方があのこういう事案ですよ、本書に拒絶流があって関連書には拒絶流がないと、本書には拒絶流がある、関連書には拒絶流ない、その場合、関連書そのまま登録されるんでしたっけ されないんだよねこれ関連書あの先に登録されるとねえらいことになるんですよ21条2項との関係でねあの20年以上になっちゃうんです存続期間がねだからあの関連書を本書にせないかんですよ関連書をねその時に入れ替えを教えたと思うそれを俺もね思い出しましてだからこれがあの丸だと思います3番が。 入れ替え補正を考えれば丸になりますちょっとずるいけどねずるいけど仕方ないかなと思いますよこれどうですかちょっとねあの皆さん聞いてみましょうか6番,6番は3番を丸にした書どのぐらいいますああ多いねじゃあ,あの多分これで決まりだと思いますね <laughs>、えー、まああのこれで決まりだからもういいだろう他の枝はやらんではいじゃあ、えー、な7番いきましょうか ねえー、と衣装は全部で10問ですけどねはいちょっと待ってくださいよ衣装のナンバー7、はい、これはねあまり難しくないです、ねえー、難しくないんだけど常にがあるのにバツ丸というところがちょっと悩ましいかなと7番見てください一番が、ね、丸になってるでしょ私もどうですねこれ。 違いますかこれね、あのー、分割と補正の時期は完全にイコールなんですよだから常にちょっとねつあら <laughs> 常にがあるんだけど、ね、こ,れこれがあると大概罰やんでも丸とねどうですかこれちょっと引っかかった人いるかあとはちょっとでもよく考えるとよああそうか 5, 5番が丸じゃないですかという意見もあったな5番 ね、5番確かにななんだ原質眼で出してれば大丈夫だみたいな規定があるよねそれに近いよでも規定ぶりがちょっとおかしいんだよこれ元の衣装を取るさんと同時にじゃないよああこれはね条文的には十条の二の、えー、第3項です衣装法ねちょっと見てみましょうか規定ぶりがね微妙に違うんだよほらこれかうん 1えっと一項に規定する新たな遺書を思る通をする場合には元の出願について提出された書面または書類であって新たな遺書を思る通について4条3項または15条1項において順用する43条1項に行こう確保は飛ばしますの規定により提出しなければならないものは当該新たな出願と同時に提出されたものとです新たな、ね、元のじゃないんですよだからこの元のがいかんですわほらねよしじゃあね常にがあるけどちゃんと一問丸にした人どんぐらいいる ああ多いね、意外とね、多いけど、えー、ちょっと少なかった感じだね。はいよし、じゃあね、ちょっとねあの、時間がちょっと差し迫ってるんでね、えいいか、あの8番はね、えー、割れてません,、うん、ちょっと8番は、ね、毛色の変わった問題なんだけど、これはね、そんな難しくないですよ、5番が正解です、ほら、私もね、えー、っと1から4までは×にしてるでしょ。で5番が正解ね、うん これはねあの誤りとは言えませんよだって損害賠償は警告しなくてもいいじゃん差し止め請求は警告が必要だけどねはいじゃあ9番9番ですはい9番もあんまり難しくないですよええー、9番は4番が正解ですはい関連証として出願された秘書が本書には類似せるせず他の関連証にのみ類似する場合ねえー、何条何項違反かね10条3項違反ですはいで最後です ね、10番これ割れております10番これ割れておりますわもうね時間がないからぶっきらぼうに聞きますよ、ね、いいですか10番はね2か4で割れておりますはいじゃあちょっと聞きますわあ10番はね誤ってるものはどれかですねこの2番ねプログラムが出てくる2番が×はという人を手を挙げてくださいおおちょっと少ないね4番が×はと思う人を手を挙げてくださいあ四4番が多いですか うん、確かにねあのー、2番はねえー、まあなんていうかほら2番と4番って似てるんだよあの特許バーサス衣装だからねうんただ、えー、2番はねその衣装そのものをこう取り込んでるんじゃないから侵害じゃないんじゃないかという意見もあるんですねで、えー、その一方で4番はね多分あれじゃないの見え,見えない衣装は侵害じゃないということで あのー、あ10番はいえー、っと10番はねそのあ十10番の4番あのー、ちょっとねも,もう一回10番をバツ、えー、にさせたどのぐらいおったもう一回手を挙げてよしあ十十番衣装の10番ね衣装の10番の枝4番をバツにさせたどのぐらいいますはいおろしてくださいなぜ罰をとしましたはいどうぞ ちょっと答えて根拠4番が罰した理由、うん、あのこれ、あれでしょう利用、利用でありあの、最低請求できるという問題だよね、でも罰ツね。でもほら、なんか利用してて、最低請求できそうに思わないでも罰ツは制御回路だからあの見えない遺あ見えない遺書は侵害じゃないと、ああのもちろんそういう意見が出たんですよ。 ところがね、それあれじゃねえか、あの異性対異性の場合にはそれじゃないどうよ、あの原則地モーター事件は異性対異性じゃなかったっけな、これ特許の特許 VS 異性なんですよ、そこポイントです、特許 VS 異性ですよ。でねちょ、ちょっといいか、これあの、あ抗がん権利者は異性権者なんだけど、特許権者から見たら、侵害してることに変わりないと思わない どううだろう特許発明は見えるか見えないかは関係ないんだよな、ねうん、だからね俺は2番が罰じゃないかなと思います俺はね少数派の方をあえて支持します、ええはい、ただ分かりませんよ私もね他の先生方がねあのお,ふかお二方いますその間にもう一度精査しましてね今精査するという言葉流行っておりますんで、ね、精査徹底的に精査しますから。 第三者の意見を、ね、交えながら、ね、<laughs> やっていきたいと思いますはい、じゃあそういうことで、えー、次の先生に、えー、バトンタッチをいたしますねだからあの皆さんあれですよまだあのがっかりこないでね去年もほらあの38点ぐらいだった人はねあの4点ぐらい上がったっていう人もいますからね <laughs> 次の日に、まあ、そういうこともありますから はい。はい、えー、では、私の方でえー、3。あ31番で商標の10問とで条約の前半5問 pct ですね、えー、解説させていただきたいと思いますえー。ではまずあの皆さんお疲れ様でした。今日ちょっと朝から暑かったんですけどね。私の方もあの？ 青学の方でお会いできた方もたくさんいらっしゃって良かったなと思ってます。えっ、ー、とまず、えー、商標の10問ですね。えー、いきたいと思います。で、商標は、うんちょっと毛色が変わってる感じですよね。で、そんなにあのー、難しいって感じは。はまあ、条約に比べてなかったかもしれないですけどもまあ、ちょっと根拠なんかもね。見ていきながら、えー、やりたいと思います。 で、まずえっ、ー、と商標法の1問ですねえー。2条の商標と、そして商品役務の問題ですで、まず回答からズバッといきますねえー、4番ですねえー、4番が、えー、正しい枝という形になります。で、まず1の枝はまあ、これ条文通りですけども、2条1項1号を参照していただければ、あの規定がないので規定されているって言うところがまあ、間違ってますよね、うん。あの加工するものがっていうところが規定されていません。 で次に2、えー、の枝ですけども、うん、これは2乗1行のところですねこれも条文のところで、えー、見ていただければわかると思いますちょっとまあ条文の書、あのー、きっぷりっていうのは微妙な感じのね書きっぷりですけども、えー、まあ知覚ってものが全部入るわけではありませんので、えー、まあ今現行法でもですね、あのー、対象とならないものがあることは分かっていると思いますのでまあこれも条文参照でいけるんじゃないかと思います。 で次に、えー、3番です、ね、3番は、えーまあ、根拠というか、まあ、一応参照したらいいかなと思うものは、えーまあ、網野先生とか田村先生の基本書なんかに、まあ、その商品の定義というものがありますけども。 えー、ここは、まあ、いわゆるその特許権等の知的財産権無体物に関しては入りませんので、えー、定義には合わないということで3番の枝も「ツですね。で4番の方はあの、まあ、消去法で解いた方もいらっしゃるかもしれないですけども、えー、レストランのフランチャイズシステムにおいて当該レストランの顧客に対して フランチャイズが提供するサービスの質を保証するフランチャイザーは2条1項2項における行都指定義務を証明するものに該当するこれが合ってますね。2になりますで、えー、次に5番ですけどもこれはまあ青本の2条のところを見て頂ければいいかと思いますが電子情報材に関してはダウンロード可能なものが商品。 えー、ダウンロードできないものがエ務という扱いになってます。平成十四年の改正ですね。はい、なのでこれはバということで、えー、正しいものは四番ですね。四番が正解になります、うん。はい、では続きまして二、えー、番目の問題ですね。二、えー、条に規定する商標及び表記の使用に関し誤っているものはどれかということですね。 えとまず一の間ですねこれは、まあ、過去問にもちょっと似たようなものがありましたけども使用に該当するために、うんまああのーえー、どういう、あのー、ことが必要かっていうと商品や駅務のあのとの関係が必要になりますので,でそうすると,、えー、とそうするとこれは、えー、と丸ですね。うんえー、と関係が えー、なければ無関係では使用には該当しませんのでこれは「丸ですね。で2番目、えっと、これは、えー、商品に記録媒体が取り付けられている場合当該記録媒体に音の表彰を記録することですね。えっと、これは、まあえー、2条4項2号ですね、えー、条文を参照していただければ分かると思いますこれも丸になります。 で次に、えっと、3番ですけどもこれが答えですね「×」でこれが答えになります、えっと。音の表彰の使用には楽器の演奏これ含まれますそうじゃないと、まあ、使用の対応として結構一般的ですからねこれは、うん、なので含まれないでこれが間違っていて答えですね決めたになりますのでえこれが×ということになりますね。はい、で次に、えっと、4番ですね。 えっと4番ですけども、えっと、商標法2条3項7号の規定のまあ対応ですけどもこれは映像面と密接なつながりのある画面に商標が表示される場合これ含まれます、うん、ですので、えー、これも丸ということですね。 はい、で5番目、えっと、立体商標ですねいや立体的な表彰を商品自体の形状とすることこれは、えー、表彰不する方に、えー、含まれる2条4項1号を見ていただければいいと思いますこれも丸ですですから誤っている枝は3番3番が正解になります はい、で続きまして商標法3番の問題で、えっと、答えから言います正しいものは2つですね、えっと、2番が正解になります正しいものは2つで2番で、えっと、枝としては2とほの枝が丸になります2とほの枝が丸になりますねはいで1の枝ですけども、えっと、これは68条2項を参照していただければいいかと思います順用されてますばっちりされてますのでされていないで×ということになりますね で、続きまして、露の枝です。うん、炉の枝は、あの、六十四条の青本に説明がある通りです。これは青本根拠になりまして、これも罰ですね。えー、問題がないということで、こういう、あの、携帯は許されております。で、続いて、えっ、ー、と、葉の枝です。う葉の枝ですけども、これも六十八条一項で、分割出願、巡業されてますので。えー、葉の枝もすることができないで、罰ですね、することができるということになりますので。 で次の2の枝ですけどもこれも青本ですね、えー、64条のところ、えー、見て頂ければ根拠があると思いますがこれは丸になります正しいですね青本通りという形になりますで最後穂の枝ですけどもこれは65条の3第3項ですね、うん、条文見て頂ければいいかと思いますが条文通りでこの穂の枝も丸まあこれちょっと改正条文ですね でえー、正しいものは2とほの2つなので2番が正解という形になります。はいじゃあ続きまして4番ですね4番の問題いきましょう。えー、これはちょっとまあ,あのねちょっと細かいのがありましたけども、えー、1の枝が分からなかったとしても、まあ、3がね 悲鳴だなっていうことが分かって3で切れたんじゃないかなと思います。これはド土晩とか。でもね。あの乗っていますし。 うんあのー、まあ講義の中でも必ず説明があったところかと思いますのでえっと三番も積極的に選んでいただいて回答したい枝かなと思いますで一番の枝これちょっとややこしいですよねミドルネームどうなのってことなんですがこれハンデ、えー、セシルマクビーの事件ですで多分知らないと思います結構ねアドバンスにも載ってないあのマニアックな情報ですでミドルネームも含んだ全体が えー、いわゆる氏名と扱うんだということを判示した事件でですからミドルネームがなければあの、まあ、正式な氏名ではないということなんですね。はい、でこれまあコメントあるとかにもあるようなので、まあ、その反を知らなくてねコメントあるでってこともあるかもしれませんけど、まあ、これ決めだではありません。3番が まあ、明らかに罰になりますので、まあ、これはもうあの皆さんを惑わすダミ枝と考えていただいてあの2から5でね答えていただければいい問題かと思いますで、えー、2の枝ですけども、えっと、これは4条1項6号とそしてまあ2項ですねの組み合わせで3番種苗法これが決め枝ですが4条1項14号ですね、うん、規定されているものですこれ本人でもダメですよね はい、で4番これは4乗3項ですねえハートをコーナなくって覚えていただいたと思いますが4乗3項で切れるかと思いますで最後のところはもう拒絶理由のねあの15乗とか見て頂ければ分かると思いますがえこれも、えー、丸ということで誤ってるのは三番3番が正解になります、はい、で続きまして5番の問題、えー、正しいものは5番です うん、5番番のの問題正しいものは5番ですね、はい、でまず1の枝ですけどもこれは独通ですね独通はどの法域でも同じですけども、えー、差し止め請求これはもちろんあの原則できないですよねで、えー、損害賠償請求はできるということですねですので、えー、1の枝は×になります。 で2番目の枝ですで、これは普通名称化する行為に関しては、まあ、侵害行為ではないという説明が、青本の36条ですね、見ていただければいいかと思います。えー、辞書に、まあ、他人がです、ねえー、掲載して、まあ、普通名称としてということですから、普通名称化行為ですけども、これも、えー、罰ということになります。2番の枝も罰ですね で3番、これはもう31条、えー、条文を見ていただければいいかと思いますけども、えー、3の枝も×ですね、地段に関しては通常使用権の、えー、設定というところと専用使用権の設定で、えー、扱いが違いますのでこの枝も×で。4番、これは、えー、と専用使用権、禁止権の範囲には設定できません。 商標権者が自ら使用も許されてないところに他人賞を与えるこ使用権を与えることはできないですねですので4番の枝も×ですねで最後5番目ですねこれは29条を見て頂ければいいかと思います隣接権ですね、えー、こことの定職もあの制限規定として入っていますので5番が正解5番が丸という形になります、はい、で続きまして6番の問題ですね えっと、6番は正解1です。1が誤っていますで記名が1なんですが、えー、フランチャイズが使用するフランチャイズチェーンの名称ですねは当該名称が著名である場合に限り26条1・1号にいう事故の名称に該当する、うんえー。フランチャイズチェーンの名称が、えー、いわゆるその事故の名称に該当するかどうかっていうことに関して。 うん、小,僧寿,司です、ね、小僧寿司の中で、えーまあ、ちょっと判事内容の中でありますで、えー、と事故の名所に該当することを前提としてますから事故の名所に該当するということは著名性を問いませんですから著名である場合に限りというところが間違っていて、えー、この枝は×になります。 はいでまあ、2番3番この辺はいいですかね、えーとまあ、そういう規定がないですよねで3番に関しては、えーとえー、順徳104の3ですね、うんえー、順用がありますので、えー、丸になりますねで4番は、まあ、判定というのは拘束力がありませんよっていうことは、まあ、どの法規でも同じですからこれも丸になります。 で5番目、えー、損害賠償ですから無過失であることを立証できるのであれば、えー、賠償責任を免れるこれも丸になりますですから、まあ、ちょっと1が微妙だったとしても、えー、消去法で1を残すという形でいけるんじゃないかと思います誤っているものは1番ですね1番が正解になります。はい、では次、7番です、えー、と正解は4ですね正しいものは4番が正解です。 うん、で、えー、まず一の枝ですけども、えー、これは、えー、序文ですね序文通り二十二十条二項で、えー、見ていただければいいと思いますで次の二の枝、えー、更新ですけども六十五条の三第四項には正し書きがありますので、えー、そこをまああの考えていただければいいかと思います。 で3番ですけども、これは24条の4条文見ていただければ、恐れで足るですよね、現実に害されていなければというところが間違っていますので、24条の4条文,が、えーまあ、条文で切っていただいて、×ですね。で、4番、そうなんですよね、団体商標の商標権を通常の商標権として移転することはできるんですが、その逆はできなかったはずです。うん まあ、条文のありなしっていうところで答えていく感じになりますけども、えー、これが丸正解の枝になりますで最後5番目ですね、えー、これはまあ75条2項4号の括弧書きというところで条文参照で答えられていける問題かと思いますので、えー、正しいものは4番四番が正解です、はい、では続きまして商標の8番の問題いきましょううん えっとこれは正解正しいものは全て5つなので5番が正解になります8番の問題ね5番が正解になりますちょっと細かかったですよねいくつあるかではちょっと苦しい問題,問題だったかもしれませんえっとまずイ、えー、の枝 井、えっと、の枝ですけども、えー、これは保管命令に関してですが68条1項で5条の2代2項を順用していますので、えー、これは丸になります、うんえー、防護に関してもその保管命令がありますで登録番号の記載ですねこれが読み替えて順用されていますので、えー、丸で炉、えー、の枝ですねこれがちょっと細かいんですけども、うんえー、と施工規則ちょっと施工規則レベルですが 4の,4の8ですね4条の81項4項で5条の3項4項この辺りから答えられてくるかなと思いますの枝も丸になりますで歯の枝これもそうですねちょっと細かいんですが丸ですねセコ規則になりますね。 で二の枝これはいいですね血査定・確定まで可能だということですから査定または、心血がされた後であっても確定までだったらできる場合がありますよということでこの枝も丸になりますで最後、穂の枝これはまあよく一生で聞かれるところですよね。順番が逆だったら答え変わるんですけども、えー、補正却下後の心出がんをした後 補正却下決定に対する不服審判はできません。審判請求後の審、えー、出がの順番だったらできますけども、うん、なので、えー、この枝も丸ですね。なので五、えー、番が正解になります。正しいもの全部ですね。はい、では続きましてえっ、ー、と九番の問題になります。えっ、ー、と正しいものは三つで三番が正解になります。 はい、えー、とこれは、まあ、条文から答えていける問題なので、えー、まあまあって感じでしょうか、えー、とまず「い」の枝は50条2項ですね50条2項の正し書きですねここでいけるかと思います。で次に「炉の枝ですけども、えー、これは46条第4項ですね46条第4項で切っていけるかと思います。 でえー、と葉の枝ですがこれは43条の9第2項ですね条文で切っていただきまして「×」ですね「イーローが丸」「葉が×」になります。で2の枝も×ですね「常に」っていうところで46条の2一項正し書きがありますので「えー、常に」っていうところで、えー、後発無効ですから、うん「常に審判請求登録の日」からっていうところを間違っていてこの枝も×。 で最後炎の枝ですけどもこれは四十三条の四、えー、第二項ですねこれが根拠になりますので、えー、丸になりますでなので正しいものはイーロホ三つで三番が正解になります三番が正解ですはいで続きまして最後商標の問題最後のえっ、ー、とマドプロの特例になります。 えまず正解ですがこれは一が正解になりますね。代替の効果の問題が出ています。六十八条の十二代替の効果の条文があります。でえっ、ー、とここのえ第二項のところですね。六十八条の三十二第三項を準用してますので優先権の利益もちゃんと代替の効果に含まれるわけですね。引き継げるわけですね。なので二の枝はバツとあ一の枝はバツということになります。 で2番の枝ですねでこれは68畳の7ですね68畳の7、えー、条文で切っていけると思いますので、えー、この枝は丸、うん、条文通りですねで、えー、と3番もそうですねえっ、ー、と条文通りで切っていけるかと思いますので丸ですねで、えー、4番、えー、これもそうですね68畳の26この辺で切っていけますので丸。 で5番目も個別手数料の納付に関してですがこれも丸ですねで、まあ、積極的に1の枝が、まあ、一番細かさはないかなと思うので積極的に1で切っていけて何、うん、とかっていう感じでしょうか商標、はいえー、もう一回回答だけ申し上げます1番42番33番24番35番56番17番4 8番5 9番3 10番1ですね、はいまあ、ちょっとあの傾向の違った問題なんかが、うん、あ,のありましたので、まあ、そういうところでちょっと解き方ですよねあのそのよく知らないようなあのセシル・マクビーの、ね、事件とかそういうものに引きずれないで答えられたかっていうところがちょっとポイントになったかなと思います。 ははいでは条約の5問ですすね、えー、解説いいきたいと思います条約はちょっと前半苦しかったですよね後半は簡単だったと思うんですけど前半のちょっとこれは厳しかったですねえっともう本当にルールだらけルールだらけでもう非常に細かいところから出てましたまず条約の1問目からいきますけども答えは3番になります。うん 1>, でえー、と1の枝これはあの問題文2行目の受理官長に対しっていうところでこれまあ国際事務局に対しになるんですねで根拠はルールの 17.1B の2のポツ2なんですねで、えー、とこれはまあ類似の過去問類似ですけど18年の24番4の枝この辺がちょっと類似の過去問として挙げられるところかと思います。 2、えっと、の枝はあのこれはあの国際公開と同時に、えー、見解書も公開される、まあ、あの国際公開とは別です別物ですけどもオープンにされることになっていますので,これ,でこれが×ですねで3番これは、えっと、ルールの 16.1a、b あたりで答えられていけるかと思いますこれが正解で丸になりますで4番これもルール45の 2.9b ですね これは最後、管轄するって書いてありますけど、条文上、あのルール上、してはならないなんですね、真逆の,あの枝になります、4番が×ですね、で5番、これ、最後のところ、国内官庁にっていうのが国際事務局にですね、えー、ルール19.4、A のポツ1で、あと B ですね、このあたりで答えられていくかと思います、えー。条約の1番目は3番ですね、これが正解になります。 で、次に条約の2番目になりますが、えっと回答は2番ですね。2番。うん、で、えっとこれはそうですね。あの参照していただきたい、えー、ルールは26の 2.1c で、そして90の2.3。うんこのあたりがまあ,あの回答に結びつくルールかと思います。ちょっと複数のものを組み合わせなければあの答えられないですけども、常にっていうところで、あのまあ。 例外がありますから、でそれでいけるのかなと思います。うん。二の枝がこれバツですね。でえっとルールだけ申し上げておきますが、一の枝ですね。これ丸なんですけど、ルールの 4.5d ですね。4.5d で D ですね。ね、BCDA の D で,ですね。で三の枝がえっとこれが条文なんですが、17条の 3a ですね。17条 3a。 で4番、これは38.1ルールの,ルルの38.1ルール通りになります。で、5番目、えー、これは、えー、と条文で、えー、19条の括弧1ですね括弧、うん、これが根拠になります。だから2番は、えー、2が、えー、正解になります、ね、で、続きまして、えー、と3番の問題いきましょう、条約3番の問題、誤っているものは4番です、4番が正解になります。 1>, はいえー、っと1の枝、えー、ルール53.7の通りですの通り2の枝ルール54.254.4この辺りの組み合わせで答えられていくかと思います。で3番の枝ルール 66.1b ですね、うん、この辺りですねルール 66.1b あと66.4の、えー、66. 2この辺りの組み合わせでいけるかと思います。 で4番、うん、これは4番の「えー、と常に」っていう言葉が間違っていてこれは 55.2b の例外があるために「常に」ではないんですね。そここがが間違っていていの枝がになりますで参照していただきたいのは 55.2a と b です。うん、A と B で例外が b の方があるのでっていうことですね。で最後5番目の枝ですが ルルール44の2.4ですね、これを見ていただければいいかと思います、答えは4番がツですね、4番になります。はい、で続きまして、条約の4番ですが、えっと、正解、これも4になります、正解4番ですね、はいえっと、まず1の枝ですが、ルール26の2.3、優先権の回復ですね、ここの問題です。 で2番ルール66.1の3トップアップ調査ですねトップアップ調査聞いていますで3番これがあのそうですね過去問でも類似のものがあったんでですが3番は、えっと、35, 条35条の 3A ですね類似の過去問だと23年の28の 3, 28の,3の枝。 22年度の55番5の番枝ですすねこののりが類似の過去問になりますで4番がこれ決め枝なんですが、えっと、取り下げられた場合に「限り」というところがありますがこれはルールの57.4の「ポツ1」の例外として「ポツ2」があるので「限り」というところが間違っていてこの枝が「えー、×」になります。で最後、えっと、ルールの71.1ですね。 で、えー、決め枝は四番ですね。四番が正解になります。はい、では最後条約の五番目は五、えー、番が正解です。正しいものは五番になります。えっ、ー、と一番枝青本のやよの四ですね。百四十四条の四のところを見てください、えー。解説があります。で二番やよ、えー、の五の第一項ですね、えー。発明の名称が余計です。 で3番、これはやよの、えー、11のところですね、これであの改正条文ですね、見ていただければと思います。で4番の枝、これはやよの6、えー、3項ですね、えー、見ていただければわかるかと思います。で最後、決め枝5番が正解ですが、やよの15第1項で、41条1項、正し書きの適用がないということになりますので、えー、5番が正解になります。はいえー、と条約まままとめて回答だけ申し上げます、ま、ず1番3 2番、2、3番、4、4番が4、5番が5ですね、はい、ちょっと PCT、細かくて、本当に頭を抱える感じになると思うんですが、まあ、ちょっとね、後半で挽回されることをあの祈ってます。じゃあ,あの、佐藤先生の方にバトンタッチさせていただきたいと思います。えとじゃあ始めたたいいと思まます、えー、と科目別にやっぱ出てきましたね 足切りななので多分そうかなと思ってましたあの司法試験ってこういう感じなので科目別に出てくるんで多分そうかなと思ってましたけどまあね形式はこんなやつでありましてで一応これ基準点があるともうだめになっちゃうんでしょ今年からね3点かな条約はねで、えー、と難しいかったですかね優しいたこの場で言えないよねさすがにねうんあの微妙なやつが結構ありますよね割と短いのでいかようにも取れますっていうのはちょっと えーとね、著作権2問ありましたね。でね、ターンのやつは切れるんですよ、ぱっぱとね。で、後半のまあ条約は切れますね、多分だから、ちゃんとそれ取れないと失敗かなっていう感じですね。で、条約は多分取れます、あのこれからのやつはね。じゃあ、まず見ていきましょう。えっ、ー、とね、条約の6っていうところからですね、でこの答えは、えー、と1番、1つですよね。で、正しいものはいくつあるかと書いてあるんだけども、これははでしょう、答えは。 はね、他のもでかっこいいについて聞いてるのは、えー、PCT、えー、PC の9条とか聞いてますんであるいはルールの18それ聞いてますんで多分分かるかなと思うんですよ。ね、あと「ローろ」は「これ補正命令ですか?」あるいは補完命令ですかって聞いてるけどこれ補正の対象でしょ保管ではないですから。ね、であと「は」はこれ順用されてますもんねこれはね。うん あと2でありまして国際実用試案登録資段については成りびともいつでも実用試案技術評価書ってあるけどこれ国内処理基準時経過しないとできませんもんね実態がないということになりますのでできませんのでこれ間違っていますねしたがって答えは1つですね正しいものとなりますので、まあ、1つこれは多分できると思うんですよただミックスしてましたね国内法と揶揄関係と国安法と全部とねう感じでありまして多分論文もこんな風に出てくるんでしょうね おそらく、ね、これ、一つの指針でしょう、多分論文、こうなるよってことを言ってると思うんですよ、今年からね。えー、じゃあ、次でやります、で次が、57問というか、条約の奈良ですね、でこれは多分なし返ですね、答えがないってことになりまして、5番でしょうね、5番、これはね、5番。で、特にあの今回のやつって、極めてこう、なんていうの、あのー、丁寧ですよね、5条の A について、わざわざ聞いてますからね。 五条 A のことばっかし聞いてるんだよなと言って解けばいいだけでしょうね。でこれどう見たってこれ例えばうんと,、えー、といいわえとこれ当然まるでしょ。えっ、ー、と各同盟国は特許に基づく排他的権利の行使から生じることがある弊害例えば実施がされないことを防止するため実施権の強制的設定について規定する立法措置を取ることができるんだと書いてありましてまあこれはまあそうなってるよね条文上ねはい。 あとは「うでありまして「4年3年」ってやつですね。4年三年」と。条最低とまあ似てますよねただ政党流があるならば「裁定」ってできませんねとこ内こ法でもなってますんでまあ5条にもそう書いてあるはずですよね当然ね。うん、であと「は」でありましてこれはあの旧昔の東京にあったやつね。二年間最初の強制的設定から2年間経つと,えと執行させても良いですよってことね。であくまでもこれ裁量規定ね。 だから消えてしまったのだとなっていますので、えーっとまあ、満了する前にはすることはできませんとなってるんで、まあ、正しいる、ね、の、ねはい、であと2でありましてでこれは国内法だと94条のところ83条裁定とか93条裁定の移転等を考えれば、まあ、当然そうなりますねとなるはずなんですねそこはね、はいまあ、トリップスでも似たような規定があったので31条にありますね似たような規定がね。 これはだから、なし会ということでありまして、5番ですね、ここね、はい、あと次、えっ、ー、とね、条約の8でありまして、えっ、ー、と、誤っているものはどれですかと、まあ、聞いています、誤っているものね、でこれは2番ですかね、2番、まあ、これが間違っております、で1番は、えー、といわゆる本国はどこですかと聞いておりますんで、A、15区の順番、まあ、それですよね、ちゃんと書いてありますんで、正しいですよね。 あと2番でありまして、えー、とこれはよく見てみると商標の識別性に影響,影響を与える場合であってもと書いてありますのでこれは影響しますもんね当然でこれが間違っていますねであとははっきり言ってこれ条文通りとなりますので、えー、特に問題がないのかなっていうところですここはねだからまあこれもあのお決まり通りというかそんなに難しくはない条約の問題ですよね、まあ、今年基準点ができたんでこんなふうになってんのかなと思いますよ ここはね、去年から比べたらちょっと PCT は細かいけどこっちの後方のやつは結構優しいっていう感じを受けますね見るとね、まあ、それどう感じるか <laughs> それぞれですけどまあやってる何年もやってるとまあこれは優しいのかなっていう感じやっぱ受けますここはねそれから9番9番でありましてでこれはえー、っと足の3番ですかね3番ですね三番はいでまず1番ですけど えっとトリップス協定は、えー、っとサービスマークも商品商標も商標として規定されておりますのでパリ条約の規定って順序というか、まあ、こういうことになっているでしょサービスの性質についてもうんぬんという話になっているはずね,ここはねで1番、これ丸ですね、はい、であと2番はこれ20条そのままです条文そのままとなっています、はい、あと3番これ間違っておりまして えーと申請の原産地について講習を誤認させるか否かにかかわらずと書いてありますでここですよね、まあ、これが間違っているとなりますのでここですね、はい、であとは4番5番はこれ丸と、まあ、明確に3番がこれ間違っているとなりますので、まあ、これもまあ解けますねというところですねであと10番ですけど10番はで国内法とちょっと似ているというところもあるしあとこれはうーんと条約だと 何条でしたっけ、まあ、規定があったはずでありまして、これ、最終的に裁量規定になっているのね、できますとなっているんですよ。でこれ、授業で言ってるんですけどね、あの先進国と、それから途上国との争いがあった規定なのですとなっているんです。で日本がめ極めてこれ、反対をしたんです、これって。で、最終的に裁量になりましたといって、できますとなっているんです、業務の規定としては。聞いたこと同じかね、そういう話でありまして、できるとなっているのね、裁量規定になっていないの、すべて罰ですね。 できるるとなっている、ね、だから要求するとか、えー、っと要求することができる、まあ、要求するって書いてあるけど、まあ、1番と4番消えちゃいますねこの瞬間ね、うんまあ、いわゆるこれベストモードの規定ですねってやつねベストモードと言いまして、まあ、いわゆるサイドの形態を示してくれませんかとなるんだけどアメリカはこれを強く使用したのだとなっていますただこれ書いちゃううと営業秘密ででしししてしまうので日本は反対したんですだから合意ができなかったのでサイド規定になりましたって遠隔があります だからできるとなっているのが一番最後ねあとこれ切るとこは多分一番最初の明確かつ十分にって言葉ですここですねでそうなっちゃうとこれもう5番しかないんですね入、はい、らしいって5しかありません、はい、でこの辺まではだからうんとここはやっぱ条約は取るべきとこね5点ありますのでこれさえ取ってしまったら多分基準点には条約はかからないはずです間違いなくあとまあ PCT は孫で1つか2つあってればね もうちょっと上でしょ。おそらくね。はい。でめんどくさいね。これチョフですね。でこれ満点取れるかというとうーん、どうですかね。満点は取れないかもしれません。実際は。うん、で実はね割れてんのがね。今レクでも割れてまして、53のアシレス。駐車場。で3にするか4にするか割れています。3にするか4にするかってことね。割れています。 で個人的には3かなとて気もするんだけど不随物かなというとうーんという感じもするしってやつねでまた35条2個をうーんそこを考えちゃうとどうかなとうーんと僕はこれすません53番の方で差し出しやっちゃってるけどこっちらの53番は個人的には3だと思いますけど後になると多分変わってくるかもしれません4かもしれませんここはちょっとペンディングですねこ,こはね。 三番か四番だと思うんです。まあ、それは絶対間違いがないと思うんだけど、どっちかですね。ここはね。で、あとは多分全く問題がないので、やりましょう。で、まず一問目から。ジョフの一問目からです。えー、っとね。で、これは五番だね。五番。五番ね。はい。で、まず一番。就職活動の学生校が作成し、落ちちに、で、提出した。志望留書の著作権及び著作者人格権は。 オス社の募集要項にと書いてあって、まあ、一応これ契約類似なんでしょうでいわゆる財産権は譲渡、まあ、できますって話になるけど人格権一身専属的でありますんでオス社に帰属することはないってことね59条ですね一身専属的であってというのは59条で譲渡ができます財産権はねと言っているのが61条ねでしたがってこれ間違っていますね1番ってはいであと2番ですねでこれは全く関係ないという話になりますんで間違っています2番 あと3番でありましたね画家公と画家オツが共同で創作した絵画についてと、まあ、共同著作物ですかオツ、えー、の気諾を得ることが困難な事情がある場合には公のみの気諾を得ることによりその絵画をって書いてあるけどもあのいわゆる画子売り、えー、と掲載となるんで公表権でしょ人格権ねでこんなことって確か最低かなっていうのは絶対これやっちゃいけないのね最低は財産権について国家間に入ってやる行為です人格権でありますんで絶対それはないです したがってこれ同意がないと,、えーとまあ、できませんって話になりますのでここね、あの最低考えちゃうとだめですね、あれはね、あれは財産権の話、最低って、国家が間に入って処理をしましょうって話になるので、あの人格権絡むと人権侵害ね、やっちゃいますので、それは認められません、あくまで財産権の話が最低となりますので、絶対それはないですよ、それはね。あと4番 4番は、えー、とこれ職務著作等なのかなという感じもしますけどいずれもこれ、まあ、その場合だったら校舎に帰属しちゃうもんね,ここはね校舎で、まあ、5番がというと、まあ、これが正しいですね画家校が創作した妖精のイラストに基づいて玩具会社、うつがぬいぐるみをそう作成しながら二次的著作物だね販売しましたと。 でその要請のイラストを利用してと書いてあるので現著作物をさらに利用してと言ってるんでこれはこうだけの証だけで足りちゃうはずねどう見たってまあ引っ掛けですかねここはねだから5番が正しいとなりますねここねはいで次がえっ、ー、と52番52番でいいですかね著作権不正競争の2番目,2番目ですねでこれはうんと3番ですね答えは3番です 3番ですね、はい、でまず1番ですかね、うん、でこれ、最も不適切なものでしょうで考えちゃうとたくさんありますよ、不適切かなっていうのはね、うん、でまず1番、陶芸家工が創作をした美術工芸品であるかは絵,画かあええは絵皿をか写真家物がレンズの選択やシャッター速度に空を凝らして写真に撮影しましたと書いてありまして、まあ、これが日赤著作物なのかなって疑念はありますよ。 これはね、で出版社兵がその写真をカレンダーに利用すればいい公と乙の両者から砕くうる必要性があるというとまあ隕石調査過だったらそうなっちゃうよねとなりますのでまあ一応丸かなっていう感じですねここはもしそうじゃなかったらこうだけとなりますけどまあ一応丸から三角の間かなですね実際上ねあと2番ですね 出版社公が版画,オツの製版画製作品から30点を選択しと言ってるんだから多分これ編集著作物かなっていう話ですね、えー、独自の観点から配列と言ってるんで配列のところに創作性が多分あるんでしょうね、まあ、全体利用しようというんだったら、えー、と編集著作物の著作権者である公さんの著作を取りなさいとなってるんだけどこれ1点だけピックアップして持ってくるんだとなってるやつでしょこれ。 そそうなるとそのんと編集著作物の著作権者の承諾は不要だとなりますので、まあ、それを聞いてるらしいだね、ここはね、はい。だからあくまでも落ち、えー、の身から承諾を得ることで足りるんだと書いてありますけどそうね、こうはいりませんとなりますよね、ここはね1点を選んでと書いてありますのであの全体をあのあのコピーしますって話になれば両者となりますけど1点だけでしょ、これ昔から出てる確か問題ね、ありますよねここね。 であと,、えー、と3番で、これは答えですかね、画家公と画家ごつが共同で創作絵画を創作しと書いてあるんで、共同著作物です。これ、全員が死亡してから著作権って、あの死亡の周期ってカウントしますよねとなってますよね。片っぽ死んでるんだけど、まだこれは残存中となりますんで、相続されますねって当然なります。財産権なんで、そこは。でそうなるとどうなるんですかってまあ捉えちゃうと、これ間違ってるよねとなるはずです。絶対に。 著作権のの周期とととこころろでですすねねいう2項ありますよ、ね、全員が死んでから周期が始まるんですってなるんで片っぽ生きておりますんでまだ財産権は消滅しておりませんとで財産権は相続の対象になりますとなってるんで死んだ方も相続人は相続されますとなるんでまだ共有関係と、まあ、これはえっ、ー、とね、えー、有してますって話になるんでそうなるんでしょっていうことでしょ、まあ、それを聞いてる足ですねね答えはは3番です、ね、ここはね。 あと4番だってこれ初体がどうだこうだってありますよ。まあこれが明らかなんでともかく丸だろうってことねおそらくね。はい。えー、まあそれですね。でこれ3番です。であと残ってしまってるのがその、えー、さっき言ったえっ、ー、とねえっ、ー、と53なんですよ。ここね。はい。でまず1番これ30帖を聞いてますよね。30帖ね。 だ社内の会議を資料としてとなるのでこれ少数ってことになるかなというと多分ならない感じがしますね、おそらく。これ許しちゃうと結果的にたくさんの資料が流通されてしまいますので結果的に売上減災となるんでやっぱり許すとまずいかなというところね30条の1個のところをずっと聞いてますけどまあこれは多分ダだめだろうなってことねうことをあと2番でありましてえとこ2番は47条ですか。 うん、いわゆる小冊子に掲載する行為は問題がありませんとなってるんだけどこれ違うよね。とよく出てくるやつだけど、まあ、それに近いかなっていう感じがしますので、まあ、これは間違っていますここは。あと割れてるのが3番と4番なんだけどちょっと見つけましょうか皆さん3番を取ったとしたらどのくらいいますああ ?30 条の2年不随著作物ですと。で4番取ったという方はあ,あ多いね。でレックは一応4番なんですよ。 で今割れています。ここは。どっちなのかと。付随著作オプに該当するか、まあ、小物だったら違うかなという立場もあります。で、おそらくこれはだから、皆さん帰る頃には、どっちかに決まっているはずです。三番か四番ですね。どっちかに。うん、かどちらもあるでしょうね。うね。三番四番。四番。を、うん、割れているのは著作権者の利益を不当に害するかどうかに関わらずって方ね。 どこまで言えるのかなっていうところです。三十五条二項ね、ここまで言っていいのかなというところなんですけど、まあそこで割れていますね。だからどっちなのかというところです。はい。で、あと五番はですね、これえっ、ー、とね、対応権のところなんだけど、これは三十八条で四項無償、五項有償でしょ。ただこれは図書館が払うんだよね。ただえっ、ー、と図書館の方はえっ、ー、と通常の本の場合は無償です。払いません。 図書館が払うことはありませんでもレコードあるいは DVD あ,あの類は実際上、まあ、払っています地図面でもやっています、まあ、それを聞いてるんだねこれね「小説起用」書と書いてあるんでいわゆる貸し出しをする図書館の方が著作権者で払うことは絶対にありませんでもレコードは違いますと話になってるのね、まあ、それを聞いてるらしいです38条の4項なんですか5項なんですかとなるんで、まあ、3番か4まで絶対にそれ以外はないです答えとしては。 で皆さんは多分4番という足なんでしょ大多数そうだったねまあそれで決めますかねじゃああんないけどね <laughs> まあどっちかですよでほらいくら予備校が行ったって特許庁がそうですと言ったら変わんないからね100%よっぽど間違いがない限りねってことです変わらないですからねそれはね読み方ですからねうんであと4番あっ4番ねでこれはえー、っとこれはこれこれはちょっと待ってね

たんですけどね。皆さん何番やりました。二番。二番という方は。あ、結構よく。私も、私は一応丸は二番となってるんですけど。四、うん、番と一応レックにはなってるんですけど。うん、ね、私も二番だと思いますけどね。これ、いわゆる時的問題についての学籍、で、学籍的な論文ってこれ三十九条一個括弧にあるやつだよね。うん でこれはは勝手にに転載してていけませんっていう話になっるよねね実際ねでこれを答えるとするのかなと思いますけど2番かなと思いますけどねここはね,ねこれ後で確認しますね一応4番と5十番になってるんですけど3番とこれ4番まあ私も2番だと思いますこれはおそらくこれ割れてたんだよごめんなさいであとあとえー、と次五番えっ、ー、と5番です ジョフの5番でありましてこれはうんとちょっと待ってこれはこれはちょっと待ってこれは、うん、これは4番ですね4番四番多分これ割れちゃうので4番か5番かじゃないですかおそらくあのいわゆる 113 11条6項まで考えちゃうとみなし侵害が生じてみなし侵害生じちゃうと著作者って言えるんだよねってことじゃないのそこから言ったらいやこれ丸になるかなでもすることができると言ったら常にってことかなって言っちゃうとやっぱ4番の方が強いかなと思いますよそこはねまあこれも言い方がよくない足ね独特にあの言い方ですけどねあの本試験の4番と5番比較するとより4番が 妥当なんだよねってことしかないですね、とこはねはい、あと6番、でここから不正競争でありますね不正競争でありまして、えっ、ー、とね、うんと、これ、皆さん1番と2番、どっちを取りました ?1 番という方はああで、2番という方は、うん、これ、私は2番だと思います、レックも2番です。 たぶん出たことがあるんだよね、1番って。でも、一番違うところは、単なるゲームソフトの第5とは言っていません、その前があります。あのシリーズ作品としてってあるんで、いわゆるあの週刊誌の第5みたいなものを想定していただくと良いと思います。あれは調教でも登録になりますんで、ジャンプ、マガジンってやつです。あれに近いです。あれに近いです。だから、何ていうか、ちょっと私、ゲームやらないんで、あのな,な,なんとかっていう,そうシリーズ名のやつあるじゃないですか。 そこにいちいち一つ一つソフトの名称ってついてませんそのシリーズ名称はと言ってるんで、いわゆる週刊ジャンプとかあれに近いんですよ。あれは商業登録になりますんで、あっちただ下の、下の宗教法人の名称はというと、これ、あのが,が宗教法人で、かつそれは営利活動までやってるっていうんだったらなりますよ。ただ純粋な宗教人の活動で使う宗教人の名称が営業表示となるんですかというと、これ、ならんでしょう、普通。非常識ね、考えちゃうとね。 なるわけないって多分あの、まあ、天理教事件でしたっけ過去にはねありまして、まあ、そこを多分聞いてるのかなと思いますけどね、うん、だこれは、えー、と間違ってるのは2番最も不適切な2番だと思います2番が不適切だと思います、はい、あと次がうんと57番、えー、著作権不正競争防止法の7番ですね 工が商品化した財布 A について、オツが A の商品形態をそっくり生まれた財布 B を製造した場合においてと、まあ、21項3項ですかね、ここね、不正競争防止法21項3項の不正競争に関し、次のうち最も適切なものはどれかと書いてありまして、最も適切なものだよね。まず1番でありまして、オツが B を製造する行為と書いてあるけど、これって不正な競争になりますかねねなならない、ね、これはね。 いわゆるバッタもを作ってしまって安い値段で流通に置きましたという話になるといや不正な競争でしょって話になるけど製造ってもうやりましたっていうだけで同じじゃないですかねそこは流通の中でに置きましたって話になりませんのでならないねこれはねでこれは1番ですね明らかに1番です1番ですね、はい、あとはえっ、ー、とね58番でありまして58番は うーんとあこれはもう明確でありましてこれ1番、ね、いわゆる5条2項だよね特許の102条2項に相当するやつはすべての営業秘密に該当し技術上営業,営業上のものにかかわらず該当しますよねってなってますよねで5条1項の方は営業上だけとなってるけどそうでありませんとなるんでこれは明らかに1番が間違っていますこれはね1番です あああと次が、えー、と9番9番番、ね、番番でででりりまますしして、えーっとうん、でこれは4番でしょうね,ね,4番4番ね最も適切なものはどれですかとあるのでまあ適切なものといったらたくさんありますよ。それでねでも最も適切というんだったら4番でしょうね。 ここはねはい、であと一番最後一番最後の10番でありましてこれは3番ですかね「バイヤルン事件」っていうのに似てますこれすごく警告状を与えたんだ結果的に信頼ではありませんでしたってやつねで弁人医師に相談していたんであれば性競争に該当しないと言い切っちゃってますけど該当すればやりますからねここはねはい。ということで、えー、と一番最後は3番だと思います。 はね、でとりあえず終わったんですけどねあの一応割れてるのがあってさっき言ったようにうんとまず53番、3番か4番か割れています、大多数の皆さんは4番でしょで割れてるわけですけどどっちなのかなというところ、ね、あの不随著作物に該当するのかというところですねあとは、えー、と著作権者の利益を不当に害するかどうかにかかわらずというところねどっちかというところですね。 あと、えー、とレクの回答と私が違いますねと言ったのがどこでしたっけね、あったと思うんですけどね、ここね、まあ、そこでしょうね、えー、とどこだっけあ、えーと、54番ですかね、私は2だと思いますけどね、これは。まあ、一応、レクの回答は4番となってるんだけど、今の段階ですよ、もしかしたら変わるかもしれません。 でこれちょ生後数のうちょっと忘れてしまったので見落としましたよね、自分2番とかで丸つけてるんで2番かなと思います、実際、はねで回答の方は一応4番とこれ打ってるんですね、54番ね、違うかなと思いますけどね、はいまあ、そこは多分割れてる足でありまして、た分ん帰る時までに決まると思います、どっちかというところがね、はい、うんとどうだったのでしょうかね、難しかったのでしょうかね。 全体通して、まあ、まさか特許から出てくるかなってやつね20問全部特実でしょ、ね、でその後、えーっとまあと衣装商標え一番最後あの条約だけ全部やるのかなと思ってましたけど、まあ、違ってね著書があって条約ですとなってるんで、まあ、ちょっとびっくりねですけど、まあ、こんな感じのやつがもうこれから来年からずっとこういう感じなんでしょうねうん、まあ、基準転制度ができておりますんでそうねだから一応 あのともかく明日の特許庁の回答をよく見てください、とりあえず、まあ、それが正解となるんで、今日の回答です、そっちが回答ですね、よく見ていただいて、でうんえー、基準点に引っかかってなくって39点以上言っている方は、速やかに労務の勉強ですね、そっちは、速やかに労務の勉強。で一応、基準点だから下がることはといってもないかなというと、なくはなくはないでしょうけど、例年ないからね、一回も、最近。 39点未満で受かったという年がほぼないんですよ、決まってから25年からずっと39点でキープしてますよね、ずっとね、まあ一応基準点なので最低点でもないし、まあ、あれが最高点でもないわけね、か分からないですけど、まあ、あんまりにも悪い方は、まあ、担当から勉強ですねとなるけど、まだ諦めてはいけないってとこ、ね、っていうところでしょう。と、ね、とはしっかりと、えー、今日のことを踏まえて 勉強していただきたいと思います。まあ、1年間お疲れ様でした。というか、まあこれからある方ま大多数でしょ。論文があるし、口実があるしってことでね。まあ、できれば11月発表。まあその時の発表まで残れて残ってればねと思います。ま是、あ、非頑張っていただきたいと思います。えっ、ー、と、じゃあ全体を終わりたいと思います。